が電気屋って慣れてないんですよ。到着に慣れてないってことですか。ちょっと分からなくて。ああそうですか。そしたらもう端的に簡単な見極め方がありますんでお伝えします。常にこれとずっともう毎日毎日日々戦っている、もうこれいわゆる相棒ですよ。はい、相棒なんで、もうその目つぶっていても、例えば顔は向こうを向いていてもどこに何があるか分かっているんで、そういう風に何があってもここで取れます。仲良くなるツールにしていきましょうよ。やっぱりですね、その業界のこれから先も先細りしていく一方ですよ。なり手なんかいないんです。今いる中でなり手がいないながらにもそこでフォローし合っていかないといけないところで、いや、その命を預かるって言葉聞いて、いや、すごい真剣にやらなあかんなという思いましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はね、サムネイルにある通りフルハーネスについてやっていこうと思うんですけども、僕は正直フルハーネスをする機会があまりなくてですね、知識も乏しいです。でもフルハーネスのことを教えてくれっていう要望などがよく来てますので、今日はスペシャルゲストを呼びました。はい、お呼ばれします。はいはい、どうも皆さん、はじめまして、京進です。はい、京進インフォメーションさんの泉野さんに来てもらったんですけども、職種としてはどんなことをされているんでしょうか。はい、はい、トビをなりわいとしています。トビといってもですね、まあ、幅が広いので分かりやすいところで言うと、鉄骨の立て方、外部足場、それから重量トビと、この3つを大体トビとしてなりわいをしています。はい、はい、ってことで僕のチャンネルはちょっと電気工事チャンネルなんで、はい、YouTube されてるんですけども、トビさんということで初めて見られた方もいるかなと思います。あ、そうですね、はい、はい、ちょっとチャンネルの自己紹介、はい、自己紹介します。はい、皆さんはじめまして、京進インフォメーション代表しております泉野と申します。トビをなりわいとしています。そしてですね、私、平成4年にこの業界に入りまして、トビの業界に入りまして、まあ今年は足掛けで30年というところでね、この30年間の中の私の持論であったり価値観であったりというのを、強く配信しています。忖度なんかしてないです。はい、なので好き嫌い分かれると思いますが、皆さん京進インフォメーションお召し寄り企業ということでよろしくお願いします。はい、京進さんの動画は僕もふと見てちょっとファンになっちゃって。あ、そうですか。ありがとうございます。東京からね、わざわざ大阪まで来ていただいて、あっという間でしたね。もう右見て左見たらもうついてましたってことで、僕もすごい好きなチャンネルなんで、概要欄にね、京進さんのリンク貼ってますので、ぜひ遊びに行ってください。はい、お願いします。ってことで、もうフルハーネスは詳しいということで。はい、そうですね、任せてください。今からちょっといろいろ疑問点など見ていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでフルハーネスについて聞いていきたいんですけど、はい、泉野さんはこれ装着するのにどれぐらい時間かかります？時間、あ、装着ですか。装着するのにはそうですね、もう10秒ほどあれば。10秒あ、装着できますね。僕ら電気屋は、まあ、多分最近ね、付け出したんですよね、はい、実はこれ弊社の方でもこれがないと入れない現場を遭遇して、最近買ったばっかりで、はい、僕ら電気屋って慣れてないんですよ。うん、装着に慣れてないってことですか。そうなんですよ、はい、でね、どっちが足、どっちが肩、上下の違い、上下の違い、どっちが表、どっちが裏っていうとこから、はい、ちょっと分からなくて、ね、ああそうですか。なんか見極め方とか。ああそうですね、そしたらもう端的に簡単な見極め方がありますんでお伝えします。お願いします。例えばですね、ちょっとゆうさんに質問です。これ購入された時、これつまり一つセットになってました。ハーネスとラインヤードとセットになってたと、はい、つまりこういった感じで小さな袋にまとめられて入れて手元に届いたと思います。ですよね、はいはい、ですよね。そうなんです。開けた時って意外とこんな状況ですよね。これなんだこれということですよ。で、一番簡単な見極め方、上か下か表か裏かの話なんですが、まずこれです。このラインヤードをつけているこの D 缶をまず手に持ってください。するとですね、まあ一応こう持ち上げてみましょうよと、もうすでにこう絡んでいるんですが、持ち上げてですね、イカのゲソを、イメージしてもらえればいいかなと思っていてですね。確かに2回目できますよ。はい、そうでしょ、はい、一夜干しですよ、はい、はい、ここです。今私が持っているのが肩になります。どういうふうに見極めたかというと、ここです。これです。ベローンとこのイカのゲソのように、これ見てください。あ、で下に垂れているのが下、方向的にはこの方向になります。で、表か裏かなんですが、ラインヤードがついているこの D 缶が全て表になります。つまり背中側です。はいはいはい、背中側です。ちょっと装着してみます。はい、でもう一つ質問いいですか。はい、どうぞ。泉野さんたちはご自身のフルハーネス持ってると思うんですけど、はい、今ちょっと聞いてた感じ、僕ら使い回したりするんですよ。使い回し、全員が全員持ってなくて、はい、だから人から渡された時に、カチャッとなった状態で渡されたりするんで、はい、これは外した方が分かりやすい。外しましょう。もう全部バラしましょう。バラしましょう。バラして、はい、今のやり方でやるのがベスト。はい、バラすというのはですね、道具バラしちゃいかんですよ。道具ではなくてこれです。
このワンタッチで止められてあるこういったものを全部外される方がもう見やすいですよね。見やすい、一目瞭然です。なのでバラされる方がいいかと思われます。落ち着いてバラすべきだってことですね、はい、そうです。僕らもこのままいっちゃうんで、はい、勉強になります。じゃあ僕つけてみます、はい、イカの足、これは裏、裏というか、あ、そうです、背中の外というか、はい、そういうことです。で、胸、はい、これでいいんですかね。そうです。で、股からぐるっと回してワンタッチと、はい、ここか、はいはい、そういうことになりましたね、はい、はい、まずこういうことになりました。こういうことになりました、はい、で大きな違いとすれば、今これ私のハーネス見てください。これ水平です。まあ水平という言い方はさせていただきます。で、ユウさんが今つけられているのがコマネチタイプになってますね。これどう違うかって話なんですね。どう違うのか、つまりここに大きく余裕ができますんで、コマネチになってますから、ここの太もものサイドが大きく余裕ができると。つまりしゃがみ作業がものすごく楽いいです。ちょっとしゃがんでもらっていいですか。あ、確かに、はい、楽いいんですね。楽いいんです。で、私も見てください。水平のパターンになってます。これはしゃがんだ時に太ももに干渉して引っ張られる。なのでしゃがむ時の、どういったらいいでしょう、意外とストレスを感じるハーネスではあるんです。なのでこれまあどうでしょうね、見た目の問題もありますし、見た目のかっこよさであったり、作業しやすいのはやはりこっちなんですが、我々とび職からするとこっちのタイプよりもこの方が人気があるのかなというふうに、自負しております。私の周りのとびさん見てても約8割がやっぱり水平使ってます。コマネチしてきました人もおるんですね。やっぱりいますね。2割程度いると思います。監督さんなんか多いですね。まあ藤井電工さんなんかもともとこのタイプでしたもんね。今まあ水平も出てますけどね。このねサイズ、サイズどれぐらいがベストかっていうところからわからない。サイズというのはここの、あ、そのサイズ、締め付け具合、締め付け具合、はい、まあこのこれももう人それぞれなんで、目安としてはですね、拳一つ分入ればいいのかなと僕は思ってます。で、それなぜかというと、ここに胴ベルト巻かれるわけですよね、はい、巻いた時にやはり少しこう突っ張る感じになるので、まあ一つ分あれば余裕としてあればいいのかなというところですね。で、ただ、うん、まあこれは一つ分の余裕があればいいのかなという、まあ一つの基準です。そしてですね、ハーネス今ユウさんつけていただいたんですが、はい、これ実はもう一つ説明しておきたいポイントの場所がありまして、ここです。こういったねワンタッチで取り外しが可能なものと、もう一つこちらです。こちらのタイプに関しては例えばこれです。こういったね、ループする中に差し込んでロックするタイプと、はい、このようにね差し込むタイプがあるんですね。こういった差し込むタイプと、こちら見てください、ユウさんのようにワンタッチのタイプと、この2種類がありますよ。泉野さんのは、僕のはワンタッチです。ワンタッチです。ほうほうほう、ワンタッチ、なんかそっちの方がやりやすそうですね。そうですね、やはりこれおそらく国内メーカーなんでしょう。このタイプ僕見たことないですけど、アマゾンで1万円ぐらいで買います。アマゾンで1万円ですか。僕のはちなみにツバキモデルです。ちなみにおいくらぐらいするんですか。ハーネスで、まあ、2万円と思っていただければいいです、はい、ハーネスで2万円、そしてこのラインアードですね、ラインアードで、まあ、2万円、まあ、計4万円と思っていただければいいのかなと。僕のはこれまでついて1万円でした。1万円、でも安くてまあいいじゃないですか。なので、まあ、初心者向けという言い方はちょっともう語弊があるかもですけれど、やはりその田島でも今いろいろセットになった安くて出てますし、全然いいと思いますよ。で、あのフルハーネス初心者ながら、はい、ちょっと気づいたことがあるんですけど、ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。はい、京進さんのこのハーネスってなんか Y みたいになってるじゃないですか、はい、あ、この後ろのこれですか、はい、はいはい、僕のはこの X みたいな、X形になってますけど、はい、これはどう選べればいいというか、大きく分けてもう2種類あります。ハーネスには2種類あって、もうこの動画で覚えちゃってください。一つはユウさん見たく X になっているタイプと、もう一つは僕の見たく一本釣りになっている Y タイプと言われるものですね。この2種類が、ございます。そしてどちらともですね、メリットデメリットはあります。簡単に、説明します。 X の場合のデメリットとしては、ここで今度腰道具をこう胴ベルトを巻かれた時に、いろいろ、まあ、こういったアクセサリー、カラビナであったり、こういった具合にこう組まれていくわけですよ。ハーネスを組まれていく時にどうしても邪魔になってくるんですね。このベルトのところが邪魔になって道具をセットする時に干渉して狭くなっちゃうと。
で僕の場合は Y 型なんで釣っているところが1本2本の3本3箇所に対してゆうさんの場合は4箇所ということになると、つまりここにストレスを感じるか感じないか、大きく言うとそういうことかもわかんないです。では今聞いた感じで Y 型のメリットを聞いたんですけど、はい、デメリットはないんですか？Y 型のデメリットとしては、やはりその墜落として考えたときに、例えば自分が墜落をすることを考えたときに、この間からも体が抜けるのかなという心配はやっぱりなくはないですよね。なのでその分背中はこのままこういうふうに密着される X タイプの方がまだ抜けるという怖さは半減されるのかなと思っています。ただこれは自分が思っているだけであって、どうなんでしょう、ちょっとそこら辺は詳しいことは分からないですけどね。 B さんの割合としては、はい、X と Y どうなの？ああでもこれは半々といったところかも分からないですね。割合というかやっぱりメーカーですね。今私椿の Y 使ってますが、トビさんやはり今ですね、立て方されるトビさんでいうと田島が多くなってきたのかなというイメージです。もしくはタイタンが多くなってきているのかなと。タイタンでもホライゾン商品で売られているハーネスがあるんですが、それがやっぱり今人気ですね。タイタンのホライゾン、今ねいろいろメーカーさん出てきたんですけど、その飛び職さんの中で、はい、社長が現場で、はい、いろいろ見てると思うんですけど、どの比率っていうんですかね、どれくらいの割合の人がどのメーカーでとか、はい、あなるほど、京進さんの独断にはなると思うんですけども、はい、教えてください、はい、つまりこのハーネスの比率ですよね、メーカーの比率ってことですね、はい、そうですね、まあ、私の独断になるんですけれど、見た感じだと3個のタイタン、タイタンがそうですね、現場の職人のまあ大体半分、まあ、飛びとしてでいうと5割のシェア率があるのかなと、まあ半分ですね。これまず第1位ですよ。で第2位が、まあ、私が使っている、この椿モデルとですね、実はもう一つありまして、ポリマーギア、これがそうですね3割といったところでしょうか。で残りの2割は何かというと田島さんですね、はいはいはい、そういった比率になっているような気がします。ありがとうございます、はい、では1位はタイタンってことだったんですけど、はい、社長がつけてるのがまあ2位の椿椿だったんですけど、はい、何かそのこだわりというかなぜつけてるのか、ポリシーみたいなのポリシーですかあるのかなと。はい、まあありますね、はい、まあ背中見てください、ワイ型です、はいはい、これにポリシーというか、私ワイが好きなんで、ただただワイが好きなんで、まあ、腰回りをスッキリしたいからワイにしているというところで、私はこの椿を選んでいます。着用歴は、そうですね、着用歴はもうかれこれ6年、7年、8年ほどになってますね。その前はちょっと他メーカー使ってたんですけど、それを踏まえるとおそらく10年ほどはもうハーネス使ってます。はい、まあ、いろいろハーネスを使った中で最終椿にたどり着いた、たどり着いた、まあそうですね、ありがとうございます、はい、それと、はい、もう一つちょっと電気屋とか僕の疑問点なんですけど、はい、また後ろ向いてもらって、あ、後ろですか、はい、この触っていいですか。あ、どうぞ。これね、はい、刻印っていうリールっていうんですかね、リールと、はい、僕のこれ蛇腹ですね、はい、とあと何かあるんですか。あともう一つロープのタイプがありますね、はいはい、つまりこの、そうですね、今いい質問がありましたね、このランヤードですよ。つまりランヤードも、3種類あります。これも好みに分かれるんですが、ユウさんがしているこの蛇腹タイプですね、この蛇腹のタイプのものと、私が着用していますこのリールのタイプと、もう一つはですね、伸び縮みすることもなくそのままもう伸びたロープの状態のものがもう一つあると、この3種類ありますんで、覚えていただくと結構かと思います。でもですね、一番人気があるのはこの蛇腹なんですよ。蛇腹が一番やはり人気がありますね。まあ、このいろんなタイプがあるってことで、はい、京進さんとかはいろいろ慣れてはると思うんですけど、僕らファンが初めてとかのレベルなんで、はい、電気屋だったらどれがいいかな、電気屋だったらどれがいいかなというよりも作業する場所のことをイメージしてもらう方がいいかもわかんないです。つまりちょっとゆうさん反対、背中見せるのですか。これ意外と引っかかって邪魔になるんですね。つまりやはりその何も干渉するものがないところで作業するばかりではなくて、当然ヘルメットも脱いでいかないといけない、例えばこのハーネスすらも本来は脱いでいかないといけないような狭い場所もあるわけですよね、はい、そういった時にやっぱこういったものが引っかかってくる、いろいろなそのものに干渉して引っかかってくる、そのうざさストレスを感じてしまうんですね。なので僕は、まあ、これも個人的な意見なんですが、もう全てランヤードにしろ、こういった落下防止、セーフティーロープと言われるものですね、にしろ、すべてリールのものを着用していると
なのでこれは一概には言えないですけれど、自分のその仕事作業の中で考えた時にどうなのかなと。僕そういうのも踏まえて蛇腹憧れます。やはり軽いんで、はいはいはい、軽いんでいいかなと思ったり、まあでもちょっと引っかかるかな、どうかなというところもあったりで、この2択ですね。僕もこの2択になると思います。蛇腹かこのディールかの2択になると思います。はい、リール式はスマートに収めれるけど、その分重い。そうですね、からまあちょっと重くなりますね。蛇腹は軽くていいけど、はい、その分ちょっとこうビヨンとしてるから足場材、そうですね、引っかかりやすいと、やすいと、いうところですかね。ロープ式はメリットがない、もうメリットないですね。もうあれはこの中なくなってもいいと思います。はい、でもこの2択ですね。そうですね、選ぶときは、はい、ありがとうございます。はい、あとですね、はい、フルハーネスを買いに行くときに、1種ですか2種ですかみたいな、ああ、言われたり、なるほど、はい、はい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 、何それって言われてる感じですね。ああ、なるほど、わかりました。わかりやすく説明します。今のですね、ラインアウト、つまり第1種って言われたり第2種、まあ A 種 B 種と言われたりもしましたけど、要は何かというと、第1種というのはこのフック、ラインアウトのこのフックです。フックをかける位置なんです。要は腰から上にかけるのか腰から下にかけるのかということです。このフックですが、腰から上にかける場合、つまりこれが第1種となります。腰から下にかける場合が、つまり第2種となります。いうところで、線引きがまず行われています。そしてですね、加えて言いますと、足元の場合、第2種の場合ってどういう状況っていう話なんですが、我々飛びとして、まあ、足元にかけるパターンが多いところで言いますと、外部足場の競り上げ、外部足場のまあバラシであったり競り上げなんですが、親綱一番トップに上がりますと、親綱が足元アンチの上張ってます。なんでそこへかけて、作業をするっていうことが多いんですけれど、そういう時には第2章を使ってくださいねって言われてるんですが、メリットはそんなにないかもわかんないですね。なのでもう買われるんであれば第1章を選ばれる方がいいと思います。つまり足から組のラインアウトですね。はい、ちなみにこれは第1章、第1章です。もう第2章だったらこの辺についてるんですか、これが。いや、同じです。同じ、あの落下スピードと落下距離の話なんですね。ちょっと難しいところの話なので、それはまたちょっとあの別に話した方がいいぐらいの長い話になってしまいます。でつまりはもう簡単に第1種第2種、何かというと、第1種は腰から上で使う場合だ、第2種は腰から下で使う場合だということをまず考えてもらって、でどっちを買えばいいのかとなった時にも第1種をおすすめしますよということですね。はい、ちなみにこの僕のチャンネルですごい詳しく説明してもらってるんですけど、はい、京心さんの方でも何かがされてるんですか、ね、フルハーネスについてはまたちょっとね、あのショップ巡り、私のチャンネルでショップ巡りしてるんですね。その中でそのショップの店員さんとのやり取りの中でそういう話はさせてもらっています。何度か。じゃあまたフルハーネスを知りたい人はまた教えてくれます。そうですね、ここにサムネイル貼って、そうですね、はいはい、わかりました、はい、お願いします。はい、あとは法の改正、法の改正で新企画がどうやとか、はい、言われ出してるんですけど、何が違うのかな。何が違うのかってところですが、もうこれは端的にもう言いますと、表記が違います。つまりですね、ハーネスにはこれまず見てください、墜落性使用器具の、規格ということで適合品となってます。これがまず疑われているか疑われていないか、私のも当然見てください。適合品となっています。ちょっと見えますかね、見にくいですか、適合品。はい、で旧規格のものにはこのネームがついてないです。折りネームついてたとしても適合品とはなっていないですし、墜落性使用器具と疑われていないです。まずこれの違いです。もうそれだけです。じゃあ特に形は一緒、そうですね、形はもうほぼほぼ一緒と考えてもらっても結構ですね。はいはい、フルハーネスについて、ええ、実は僕も講習を受けろということで、その受ける必要性、はい、受けてなかったら何がダメなのか、はい、っていうのと、この着用する場所、はい、などについてちょっと、僕も講習受けたんですけど、はい、忘れちゃったとか。じゃあ簡単に説明します。まず何のためにハーネスというものを受けないといけないのか、つまり、墜落性使用器具の特別教育を受けないといけないのかっていうのは、それ法律の話です。だってそれがないと、つまり、まあ現場、今もう端的に言うと、まあ現場に入ってくれるなと。もう足場に登ってくれるな、もう現場に来なくていい。それぐらいの話なんですね。要は、そのハーネスを取り付ける、その取り付け方であったり、そういったところのその規格ですね。法的な規格を習ったはずです。
法令に基づいて習ったはずなんですね。で、このものはその法律をちゃんと、理解し、理解を深め講習を行ったということでハーネス墜落制止用器具の修了書をいただけると。それとですね、もう一つ別口で特別教育の話にしますと、足場の特別教育、足場の特別教育もこれ実はもうニコイチになってます今。はい、なのでこれから例えば電気屋さんになりますよっていう方、もしこのチャンネルご覧になられている方いれば、もうその足場の特別教育と、それとこのハーネスはもうニコイチなので、この2つはしっかり押さえてですね、もう取っちゃってください。はい、でも富士山はもうその2つは絶対持ってる。そうですね、トビの場合はもうその足場の特別教育、今はですね、まあその話するとまた長くなるんですけど、足場の特別教育というものができる前は足場の作業主任者だったんですね、はいはい、主任者というものを取ってっていうことだったんです。でハーネスなんかっていうのはもともとこの資格にはなかったわけですよ、うん、ところがやはりこれもうそのいろいろなことがまあこの長い歴史の中で、今もそういうふうになってきて、足場の特別教育、それから墜落制止用器具、この2つはもう絶対に取ってくれないと現場には入れないよっていうところがやっぱりゼネコンさん多いですね、はいはい、あとは高さ、はい、高さもなんかパターンによって変わったりとか、そうですね、いろいろあったじゃないですか、はい、ちょっとおさらいで、高さなんですが、つまり高所とは何かという話になってきます。高所とは何かという話になってくるんですけれど、高所とはつまり2メーター以上のを高所と言われています。つまり2メーター以上の高所では安全帯、このランヤードですね、安全帯のフックの先駆け使用の徹底と言われていました。ところが今ですね、2メーター以上の作業所、床ですね、作業する床が設けられない場所であったり、タンブであったり、開口ではハーネスを着用してくださいよ。ただし 6.75 メートル以下、落下して 6.75 メーター以下の場合でだと、シングル、まあつまり今までの安全帯ですね、安全帯の着用でもいいですよと言われています。言われていますが、もうゼネコンさん、もうこれ本当にもうみんなハーネスの完全着用になってますんで、その 6.75 どこに行っちゃったのって話になってるんですけど、もうみんなもこのハーネスをつけてくださいってなってます。つまりまあそういうちょっとそのメーター的なくぐりがあったということですね。基本 6.75m、まあなんかね、地上でもつけようって言われてそうですね、たりしますね、はい、ってことでね、今日いろいろ勉強させてもらって、はい、僕もね、京心さんとに聞けばよかったなと思ったんですけど、はい、これ適当に買ったんですよ適当に、とりあえずもう急いで買わないといけなかったんで、はい、で僕のように買わないといけない人、はい、電気屋さんで多いと思うんで、いろんな種類がありすぎて、はい、選べないんです。選べない、はい、ポイントをどこを押さえればいいかなという。そうですね、そしたらそれもですね、まあ私のことでもう本当に大変恐縮なんですけれど説明します。まずちょっと思い出してください。ハーネスは2種類ありましたよね、水平タイプとコマネチタイプと。まずどちらがいいかというところから入りましょう。どっちから、はい、どちらがいいのか、もしこちらがいいというんであれば、これはもう一択で藤井電工さんを選べるといいと思います。藤井電工さんか、もしくは田島ですね。藤井電工か田島、特に僕らこの作業多いんでね、はい、コマネチならいいかも、うん、いいかもわからない、うん、ってなると田島からでもコマネチ出てますし、はい、藤井電工からでももちろん出てます。なのでその辺で選ばれるといいかもわかんないです。私のようにこの水平タイプがいいですよっていう方はですね、やはりタイタン、三甲タイタンであったり、ポリマーギアであったり、ツバキであったりっていうところをお召しになるといいのかもわかんないです。はい、はい、さらに言えばバラのやつあるでしょ。これバラなんですよね。はい、でここのはセット売りだったんですよ。はい、それどっちかでいいかな。あ、それはもう当然セット売りの方が安く上がります。安く上がります。バラだとやはり高くつくんですね。でも高くつくけれど自分なりにカスタムができるよということですね。カスタムという言い方もおかしいですね。まあ同じそのメーカーの中でカスタムしてくださいね。はあ、保険に関わってくることなんで、つまりは例えば他メーカーのものをこう一緒くたにしちゃって事故が起きた場合には、打ちどころは責任取らないよっていう、そういう責任問題になってきますんで、なので例えば3個だともう3個で揃える、ハーネスもラインなどもタイタンで揃える、田島だともう田島で揃える、そういうことですね。バラだったらコマネチでリールとか、はい、そうですね、コマネチでロープとか、はい、同じメーカーで組み合わすことができる、できるってことですね。っていうことですね、はい、でもそこまでお金かけたくなければ、はい、僕みたいなセットセットでもいいよってことですね。そうですね、なのでもう加えてですね、最後もうすいません、タイタン、タイタンで全てセットのものが出てますんで、そちらをお召しになるのもいいかもわかんないです。はい、無難というか、あ、そうですね。でまだいいですか。はい、は
あのもう一つ言いたいんですけど、京心さんのは、はい、いわゆるこれが僕らでいう星ドームなんですよね、はい、なんかセットになってるじゃないですか。セットに、はい、もう一体型、あ、一体型、ドーベル型は一体型になってるってことですね、はい、僕らは、はい、フルハーネスして、これがね、欲しいんですけど、はい、まあ、上からこうやってつけてるんですね、はいはい、どっちの方がいいのかな。いや、これなんですけど、はい、シリーさんマスムーでもないですか、はい、ちょっと後ろ見てもらっていいですか、面白くないです、はい、これなんですけど、つまり体を支えるものはここなので、はい、別に一体にする必要は僕はないのかなと思っています、はい、現にですね、トビさん、今、ユウさんがやられたような装着のしているトビさんもいますし、はあはあ、なので、これはまあ僕の意見なんですが、別につなぐ必要はないのかなということです。ハーネスとドーベルトをつなぐ必要がないのかなということです、はいはいはい、つまりは体を守るべきはここのハーネスなので、これなので、これは別に気になる、気にしなくてもいいのかなと僕は思っています。僕はですね。でもこれはゼネコンによってはもしかするとルールがあるかもわからないので、そのゼネコンさんのルールに従ってもらうのがいいのかなと思います。はい、これ一体型にしたら、はい、僕らでいうサスペンダーのように、腰の負担が楽になるということですか。そうですね、腰の負担が楽になるというよりもずれないです。場所がいつもずれないところに、はい、決まったところにあるということですね、はい、その利点があるのかなと思っています。京心さんのように常にフルハーネスですよね、の方はもうこういう風に一体型にしてもいいかも。そうですね、もう作業が決まっている、例えば足場の足場、我々で言うと、まあ、足場用のハーネス、縦型用のハーネス、重量用のハーネス、まあ、3本4本やっぱり皆さん あると思います。電気屋さんもあると思います、はいはい、で作業によってまた天候によって使い分けもされているでしょうし、そういった時に昨日ここにあったポイント、いつもあったポイントがちょっとずれてるとやっぱ気持ちが悪いんですね、うんでずらしたくないので私は固定しているよということです。ありがとうございました。はい、僕のチャンネルでは、ちょっと電気屋業界を盛り上げたい、はい、ということでやっていってるんですけど、はい、まあ、電気屋業界ってことは、まあ、建設業界も一緒に盛り上げて楽しくできたらいいなという勝手な僕の思いで、はい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 、今回ちょっとコラボのご依頼をさせてもらったのがあるんですけど、はい、これを機にちょっと僕のチャンネルの方も京心さんのチャンネル見に行ってもらって、はい、なかなかとび職さんと電気屋さんで交わることって、そうですね、まあほぼないです ね、はい、なのでこれを機にちょっと交えたらいいなと思ってるんで、そうですね、よかった京心さんのちょっとどんなチャンネルなのか冒頭で言ってもらったんですけど、はい、ちょっと最後の締めとして、はい、あ、そうですか、電気屋の視聴者さんに、あ、視聴者さんに何かメッセージくれたら、メッセージを、はい、今回まあね、すいません、あのユウさんとコラボさせていただいてですね、まあこういうふうに、まあ、インスタもしくはこういった YouTube で我々、まあユウさんの今までの過去の歴史であったり、まあ自分の過去の歴史であったりっていうのを、まあ持論を交えてですね、個人の意図して後世につないでいってますよ。まあそれはお互い私もユウさんも後世に引き継ぐ、その意を引き継ぐという意味でも、まあ、やっている取り組みは素晴らしいものとして、私はユウさんをものすごくリスペクトして今回コラボさせていただきました。ありがとうございます。はい、そして私もですね、建設業のまあいろはではないですけれど、私の価値観をもとにですね、動画の中でいろいろまあ忖度なしに喋っているということは冒頭でもお話ししたんですが、それを見てですね、建設業、これから建設業をこうしていきたいっていう、そういう取り組み、私の意をですね、分かっていただければいいのかなと、はい、ちょっとうまく説明できませんけれど、そんなところで私は考えております。京心保面所さんの、はい、チャンネルで、僕ら電気屋が、はい、見ても、まあ、面白いというか、共通する共通する動画ってありますか。はい、あります、たくさんあると思います。じゃあ何個か、何個か、そうですね、まあちょっとヤバいところの話もたくさんあってる、まあヤバいとこっていうことの言い方もおかしいんですよ。ヤバいではないです、僕が忖度しないだけであって、まあいいものはいい、悪いものは悪いとしてちゃんと胸張って配信しているだけなんでね、それをまあ見ているメーカーの方たちはもうヒヤヒヤしてると思いますけれど、ってところですね。なのでもうダメなものはダメだと言い切っているだけのことなんですけれど、まあたくさんあります。またユウさん、その辺ちょっとこの辺を配ってください。じゃあまた教えてください、お願いします。僕のおすすめは、はい、あの水平器の改造が面白かったです。あ、水平器の改造、あ、今日はちょっと違うんですね、はい、申し訳ないです。これをね、はい、田島のテクニカチャッとできるように開発されたんですよね、はい、それが、ね、すごい感動したんで。そうなんです。それ僕ら電気屋にも共通するカスタムとか、はい、いろいろされてるんで、後でまたサムネ本体ってあるんで、そうですね、はい、したらまずそこから入ってもらったら面白いのかなと思いました、はい、ってことで本日はありがとうございました。いやいや、とんでもないです。ありがとうございました。今後また第2弾、第3弾と、そうですね、やらせてもらえると思うので、はい、また見てください。見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。
前回は、あのフルハーネスの使用、方法などあそうです、ね、ご丁寧に教えてもらって、はい、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。ってことで、ちょっとうちのチャンネルでは、はい、あの腰道具の紹介とかあなるほどやってるんですけども、はい、ちょっと電気工事業界のことばっかりなので、はい、今回職業がトビです。トビさん、はい、ってことで、うちのチャンネルで初めての、はい、ちょっとトビさんの情報を見てみたいなということで、ちょっと見せれるところと見せれないところがありますんで、ちょっとね簡単なハーネスになってますが、はあ、申し訳ないとってことで、はい、京進さんがご愛用されてるフルハーネスってこと、はい、腰道具って呼び方でいいんですか、ね、腰道具でももうハーネスでもいいですし、ね、安全帯でもいいですし、はい、ですいません、僕はちょっとトビさんのことがあまりわからないんで、はい、そんなこと聞くのっていう質問になると思うかもしれない。ああ大丈夫ですよ、お願いします。まずここ、はい、これはソケットですか。そうですね、インパクトレンチですね、使用していて、でソケット抜き差しするときがあるんですね、はあはあ、なのでここにまあ常に、まあ、その仕事に応じて、ソケットを切り替えのソケットをつけているということでね、こういった仕組みにしています。これ何ですか、はい、あこれはですね、プラスのビットがここにつけれるようになるんですね、はい、外してみましょうか。こういうことですね、はい、でこれをまあこれを抜いてあげて抜いてあげて、これを刺してあげて、ここにプラスのビットが刺さると。でトビさんは、はい、どうやって言うか、はい、あのこういうタイプなんですね。いやそういうタイプではないです、私がこのタイプを使っているだけです。つまりはですね、インパクトドライバーというのを、まあ、ほぼほぼ皆さん使われています。私が足場仮設でもレンチを使っていると、それは別に理由はないんですが、今回ですね、ユウさんとお会いした時にあの動画の中でもご説明しました。私足場もしますし、立て方もしますし、重量もしますよという時に取り替えるのがめんどくさいんですね、はい、めんどくさいので私はまあ重たいけれど仮設の時もレンチ使用しています。あこれはインパクトレンチ、レンチです。僕らが使ってのインパクトドライバーですね。インパクトドライバー、はい、何が違うんですか。トルクが違います。強い強い、はははここにかかる、まあ、ニュートンが違うというか、まあ、強いですね。はい、強い。最大どれぐらいのサイズまで締め張るんですか。締めるサイズとしては、あこれに関しては、7部まで締めます。7部っていうのは7部サイズで36ですね。おはい、はい、どんな時にですか。立て方ですね、あの G 針を収めたり、まあ、メインの針ですね、メインの針を収めるときに、まあ、7部とか使用しますけれど、もっと大きい部はまあまあ、使用しますけど、その時に、まあ、仮締めで、締めるよと。はい、その工具屋さんで36とか見ても、はい、こんなん誰が使うんやろうな僕らからしたら思ってた。あ、本当ですか。まあ、そうですね、24ぐらいまで24インチですね。はい、はあはあ、M16 ですか、ね、はい。で、これは、プラスビットの変換器。そうですね。てかまあ何でもさせるんですか。何でもさせれると。13でもいいし、ああそういうことです。10でもいいし、ああそういうことです。でこれが1721ですね。クランプは主にクランプ用です。はい、クランプって21もあるんですか。21はそうですね、あの鉄骨クランプと言われて、あの鉄骨にこう加える、まあ鉄骨クランプ、それからあブラケット、はい、そういったところで21がたまに出てきますね。はい、まあどっちもできるように、そうですね、転用されて、はい、ここにソケットが、はい、で水平器、水平器ですね。あここで、飛び出るですね。はい、やっぱあれなんですね、今見て気づいたんですけど、はい、返し付きっていうのはやっぱ落ちるから使わない。返し付き、ここがもうワンタッチで取れるやつじゃないですか。はい、京進さんが全てこう閉じてる式っていうんですか。あこのカラビナの話ですか。はい、はい、そうですね。落ちるとこういったものでも、まあ、当然使用するときにはここにこれこう言われるんですけれど、これまあ使用しますよと、なんか帽子はつけて使用するんですけど、はい、これでもやはり、上空 10m、20m、30m になってくると、はい、頭に当たったとき、まあ、第三者災害を想定すると大変なことになりますね、はい、ちゃんとつけてそこにある方が、そこにつけてちゃんとある方が安心できるというところでこの形になりました。僕の方がこの返し付きってやつなんですけど、はい、まあ、取りやすいんですけど抜けやすい、抜けやすいんですよね。ですやっぱり京進さんたちは高いところから落として危ないから、そうですね、こういうのも考えられてるってことですね、はい、この水平器のサイズとかこのタイプが多いんですか。いやそうでもないです。長い方、長いのが好きな方もいますし、短い方もいますし、好きな方もいますし、僕の場合はやっぱりもう補助的なものでしか水平見ないんで、もう目で見てるんで、もうほとんどそうだと思うんです。
ほとんどのトビさん、やっぱ目で、まあ、太刀であったり、まあ、水平、六と言いますけれど、六味であったり、太刀であったりっていうのを見て、補助的なものでこれを見ているんで、なので、別になくても足場は組めれます。はい、組めれます。足場に関しては。いらない、ついらない。まあ、いらないっちゃいらないですね。いらないけれど、まあ、そこまで長いのも必要ないというところで、まあ、小さいのであれば十分かなというところで、僕はこれ使用します。これは、クリッパーですね、はい、正式名称ボルトクリッパーです。主にどんなことに？これも番線ですね。番線を切るときに、まあ、使うよと。このクリッパー使ってるんですけど、まあ、これ土牛の250アルミなんですが、まあ、土牛も300、250、210と3種類出てますよ。もっと言うとですね、これ昔 MCC の300しかなかったんです、そしてもっと言うと、今これ大阪ですよ、関西、私東京にいます、私も生まれは兵庫県です。それから四国に行って、まあ、それから、まあ、点々各地点々としながら東京に行ったというところで、西はやっぱりクリッパーなんですね、はいはいはい、使っている職人さん、トビさん多いのがクリッパーです、はい、東に行けばもう東京になると番線カッターと言われても片手でこうパチ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 切れる、これはクリッパー、クリッパーですね。なら東に住んではるけど、はい、出身が西やから。ああそうです、もうこの商売、この世界入ってからもずっとこれですね、クリッパー使ってます。そのクリッパーの種類は MCC から土牛には変わりました、はい、土牛には変わりましたが、私がやり始めた平成4年は MCC の300のアルミしかなかったです。アルミといってもですね、なんかちょっと青いような色のしかなかったんですね。そんなことからやってたんですよ。だからこのトビさん、このクリッパーもおそらく関西地区にお住まいの方、こういったクリッパー使ってると思います。今ここにないんで申し訳ないんですけど、関東はどうしてもやっぱりこの、片手番線切る、MCC からも出てますし、椿からも出てますし、土牛からも出てますね、番線カッターというのを使われてます。ちょっと今の取り方、はい、片手でできるところですよね。これですか、はいはいはい、ちょっとゆっくり解説お願いします。あ、解説あ、いきますよ。まず当てます。解説ですか、はい、まあかけますね、はい、取り方としてはこういきますよ、はい、でそのまま押さえつけて抜くと。これをもう何気にどっちになろうと何気にもいきますよ。で、はい。慣れてないんで。あんなところですね。すみません。はい。やっぱりこう道具早く取るのも技ですか。技というか、そうですね。もう常にこれとずっともう毎日日々戦っている、もうこれゆえ相棒ですよ。はい、はい。はい、相棒なんで、もうその目つぶっていても、例えば顔は向こうを向いていても、どこに何があるか分かっているんで、そういうふうに何があってもここで取れます、はいはい、取れます。そういうところにあります。友達ですね。友達ですよ。まあいろんなサイズがある中で、この250がそうですね、やりやすい、はい、やりよいと、はい、それ人それぞれ、人それぞれで、次に、はい、モンキーなんですけども、僕トビーさんといえば、はい、あのクランプを締めたりっていうのがイメージにあるんですけど、はい、モンキーっていうのはどういう時に使う？あ、まあ当然、クランプも締めます。でクランプも締めるのに、このインパクトはいらねえのか、シノはいらねえのかって話なんですけど、はい、やっぱりインパクトでは締めれない、シノでは締めれないところが出てくるんですね。でなので、そうです、狭いところが出てくるので、そういった時に私はこちらのトップの飛び仕様ですね。何が飛び仕様かというと、ここです。これも17のもう溝が切られてるんですね。いろいろなトップ、まあ、それから、まあ、他メーカーからでもそうですが、いろいろなですね、まあ、エビもそうです、モンキー出てます、出てますけれど、やはり、これにまた戻りました。いろんなところを手つけて、最終的にこれにまた戻ってきたというところですね。これは何か意味あるんですか？どうですか？丸、あそこの丸は別、これ何なんでしょうね、ちょっと分かんないですね。ここの意味はないですね。ただここは、はい、超ネジ回せれると。ああ、そういうことですか。あの今ストッパー、ユウさんストッパーってご存知ですか？わからないです。まあ調理師はわかりますよね。照明器具とかのやつです。そうです、はい、そうです。あれを回せるようになってるんです。これ富士さんも調理師を変わることって、調理師はその部品であったんですね。もともとそのストッパー、エンドストッパーと言われるものがあって、要は足場の幹部に息止めですよっていうのを作ってたんですね。へ、それをストッパーって、まあ今でもあるんですけど、それがまあ昔は調理師だったと。でその調理師を回すのに、まあこういったものだったり、あと階段の手すりですね、はいはい、証拠の階段の手すりで調ネジがやっぱり出てきたりするんで、はあはあはあ、ねじるのにいいということです、はいはい、このモンキーを入れてる、はい、サックというのかわからないんですけど、はい、これはどこのメーカー？これはですね、土牛です。土牛さん、はい、土牛で、もともとこういう使い方するものではなくて、こういったインパクトドライバーの標準でつけてある、はい、
フックをそのままかけれるよというふうに、土牛が作っているものに関して、私が自作しました。これはですね、私の動画の中でも今この作り方を細かく、商品説明、詳細説明しています。はい、本来ならこれがこのままベルトに来てる。そうですね、ここの胴ベルトの中に、ここのこれが胴ベルトの中に通って、ここで使うものですね、はい、これがここで使うものを、はい、まあ、ダブルタクト、それからまあこういったそのニックスのダムラダルマを使ってボルトをぶっ込んで、モンキー刺しにしちゃったよということですね。ここだったら上の方に来てしまうから、わざと下げてる。そうですね、わざと下げたというのは、自分がこう手を下ろした時にちょうど握れる位置の高さにモンキーが欲しかったと、はいはい、いうことですね。で、中にはですね、モンキーもこういう風にカラビナの中に入れて使われる人いるんですけど、いちいち一時の取るのがこのガチャ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 がめんどくさいということで、はい、まあそしてスマートではないですね、物の上に物になっちゃうんでスマートではないというところで、はい、まあこういう風に使っているということですね。はい、珍しいかもわかんないですね。これは落ち止めになるんですね。そうですね、これは、田島の メタルリールから、はい、チェーンつけて、長さ調整をしつつの、まあ、こういう加工をしていると。これも全て、私の動画見ていただければ全て詳細がもう出ていると。これも自作化そうですね、はい、でこれを止める用のこういうやつがあるんですね。そうですね、土牛ですね、はい、はいはい。この腰袋は、腰袋はですね、ここです。横浜港飛び、これもですね、まあ私のチャンネルをご視聴になられている方ならわかるんですが、まあ山本商会さん、横浜にあります、神奈川県横浜にあるんですけれど、そのまあ山本商会さんの先代の社長の意をですね、私が引き継いだという言い方もちょっとおかしいんですけど、感動しまして、深く感動して、まあターポリン生地、まあ要するに多くはテントに使われている生地ですね。はい、テントに使われている生地で、ものすごい防水に優れているっていうところで、私がまあこれを使ってみようかというところで今、愛用しています。もともとはニックスぶら下がってたんですけど、ね、はい、トビさんの腰袋ってちっちゃいですね。そうですね、もともと小槌とか、まあそのハンプ仕様だったんですね。で、なぜ小さいか、別にそのいらないわけです、はっきり言って。腰袋なんかトビいらないんですね。ですね、まあ作業によってなんで、いらないっていうとまた語弊がありますけれど、はい、はい、そこまで重要視されるところでもないので、なくても別に問題はないということですね。まあこの今回のこの仮説に関して言えば問題はないということですね。まあ主にどんなことに使うんですか。主にやっぱりバンクズ、番線カスですね、ゴミ箱代わりであったり、まあ、こういった革手をまあ入れられる方もいますし、水平器を入れられる方もいますし、はい、こういったスケールを入れられている方もいますし、はい、はい、いろいろ使い方はまあいろいろですね。あったらあったで便利ですよ、はい、まああったらあったら便利ですよっていうのは位置づけですけど、まあ僕も実際いらないですね。これなぜかというとですね、今あのガイバーション、アンチありますね、はい、アンチもハッチアンチといって、はい、板がこうパカ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 開閉して人が出入りできるようなハッチアンチというものが、まあこれも昔からあるんですけど、はい、そこに意外と引っかかったりするんですよ。デメリットもあると。デメリットがものすごくあって、だからもう高いそのニックスの腰袋なんかつけて、そこにバーッと上がった日には、勢いつけて上がった日にはサクッとここをちょっと破っちゃったりとかいうことも出てくるんですね。でこの腰袋の上についてるハンマーですね。ハンマー、はい、土牛ですね。どのような用途で使われるんですか。これは今もう次世代になってきて、まあ、すみません、ちょっとこれ昨日現場早速使ってそのまま出てきたもんで、ちょっとサビも出ちゃってるんですけど、はい、今もう次世代足場になって、くさび式が多くなってるんです。こうワンタッチで差し込めれる、もしくはこう足場の組み方、施工方法がちょっと変わっててですね、次世代足場って言って、もうくさびを使われている足場が多いんですね。ちょっとまた画像の方を出して置くと親切かもわかんないです。ありがとうございます。はい。これサビって取れるんですか。サビ取れます。いった、まあ勝ち込み足場っていうの。そうですね。もう今言うと、簡単に言うと勝ち込み足場って考えられたらいいです。釘を打つ時がありまして、ジャッキの下に敷いた敷角と言われるものがあるんですね。まあこれも画像の方をちょっと出しておきます。でそこにまあ対角で2点釘を止めたり、まあ4箇所釘を止めたりっていう時にまあ使ったりとかして、な時にまあ使いますね。何かと用途あると。そうですね、これどうやって取れるんですか。これはそのままもねじって、取るということですね。これも知恵の輪みたいな、まあ、知恵の輪。そうですね、まあすごいですね、サビが、機能がひどい現場だったわけですよ。
でまあ今日本当にユウさんと明日会わないとなと思いながらこれで仕事してですね、もう濡れたまま車の中ぶっ込んで、すみません、だからちょっと濡れてるんですけどね、はい、申し訳ないです、はい、ということですね。直す時はそうやる、そういうことですね。このタイプが気に入ってるんですか。まあ、気に入っているっていうことでもないんですけど、まあ、ここにしっくり収まってるかなというところでこれを使ってるんですけど、もうほとんどこういうことで使ってるんですけど、ね、実は申し訳ないですということです。はい、ここはちょっと触れないでほしいですね、はい、申し訳ないです。この横が、まあ、スケール、そうですね、スケールスケールにですね、まあ、落下防止をつけて、まあ、スケール、今私はこれ田島のダブルマグ5圧ダブルマグ使ってるんですけど、まあ、これも作業内容、仮説で作業内容によっては交換します、うん、交換しますし、もっと言うといろいろなものをやっぱりこれくっつけてきちゃうわけですよ。この腰の道具であったり、はい、っていうのがものすごくストレスで、はい、こうね、そうですね、はい、こうそうなん、そういうことなんですよ。田島から出ている高圧でダブルマグじゃないものも出てるんで、まあ作業によってはそっちも使い分けているというところで、あと意外と現場の鉄くず拾うんですねそうでしょ、切り子とか、はい、あれ本当にもうストレスも何でもないですよ。現場によって、作業内容によって、まあここら辺はダブルマグであったりマグのないものを使っていると、使い分けているということですね。ちなみにこのダブルマグの部分は何に使われてるんですか、はい、これもやはり単管、うちらでいうところとすればマーキンするときにパイプ、ブラケット足場であったり、抱き足場であったりっていうときに、まあここの縦地もしくは布、ロクとも言いますが、くっつけてピッチを測るときに使ったりとかしますね。はい、こっちもその足場にくっつくようにマグがいい。そうですね、ダブルマグということで、マグがついていると、はいはい、パチンってことですね。結構僕らだったら、はい、このスケールをちょっと触りますと、はい、あの電線を入線するときのスチール代わりに使ったりする、はい、あーなるほど、結構折れたりして消耗が早かったりする、早かったりするでしょうね。これ飛さんの場合どれくらいですか。この作業内容的にももうよりますんで何とも言えないですけど、一月しか持たない時もありますし、二月でダメになる時もありますし、ダメというのはこのテープがやはりこっちよりもこの裏が剥げて裏が見えなくなったり、もっと言うとこういう折りにはいいんですけど、これ逆に折っちゃうと、今パチンって言いましたね、はい、これ結構ストレス与えてるんですね、はいはい、で癖ついちゃうとそこから癖になっちゃって、もう最終的にちぎれる、あ、切れたことありますよね、ちぎれたことってあるでしょ、はいはい、でそこでそうちょっと割れてここが入らなくなったり、はい、雨の日使って、整備でもしなければ、そんなことでずっと放置したものを使っていれば戻らなくもなりますし、っていうところで一月もしくは二月、三月、三月持てば十分かなと思ってます。ちなみにそのスケールの整備方法っていうのは、整備方法、私の場合はですね、もうそのままこれずっと全部出します。一回バー全部出して、はい、556振っちゃいます。ほうほう、556振って、このテープにも556振ります、はい、テープにも556振りながらウエスで拭きながら戻していくと、私そういうことしてますね。まめにされてるんです。まめにやっぱりそうですね、雨の降ったその日であったり、雨の降る前の日、整備としてもう前の日にもう予防してますね。はい、結構そういうメンテナンスね、大事ですね。大事ですよ。高いですもんね。高いですからね、やっぱり 4,5 千しますからね、消耗品なんですけどね。やってください、はい、でこれはもう飛さんの必需品ですか。必需品ですね。もう今必需品になりましたね。昔は必需品とはこちらなんですけどね、もうちょっと話先に行っちゃいましたけどね、はい、こちらなんですけど、今もうこちらがもう必需品ですね。私の場合はこれレンチ使ってますが、まあほぼほぼ飛さん仮説では、インパクトドライバーを使用してますよ。私たまたまマキタなんですが、まあ廃鉱機であったりっていうメーカーがある中で、私使っているのは 18V で、今はもうマキタにしろ、マキタでいうと40、それから廃鉱機ですると36となってますが、やっぱりパワーがちょっとトルクの面でニュートンの面で強いんで、もう18もしくは14でもいいのかなと思ったりもしている中で、私の場合はこれレンチ使っているんで、使う時はですねトルクを下げて、トルクを下げて使っています。はい、はい、トルク感は40まではいらない、いらないですね。立て方であったり重量計扱う場合には40必要かなと思いますけれど、仮説で40は全く必要ないですね。重いだけ、重いだけで、シノですね。シノ、このシノっていうのは、はい、このインパクトがあるのに、ええ、なぜいるんですか。これはもう主に番線ですね、番線を巻くよってことですね。もうインパクトでは入らない場所があるんですね。クランプ締めたいけれどインパクトでは入らない場合に17で締める、まあ緩める、うん、また21で締める緩める。もともとこのインパクトの話、今レンチの話しましたけど、飛びの
腰道具にはこれなかったです。昔はですね。そうですね、昔といっても15年ほど前まではなかったですよ。今までみんなこれでやってたわけですよ、これ一つで。結果どうなっているか、まあ、ちょっとこれまた余計な話になるんですけれど、これで覚えたトビさん、これの使い方知らないんですね。篠の使い方は知らないです、はい、まあ、ちょっと余談なんですが、篠の使い方っていうのがあるんですか。篠の使い方、ここにちょっと今実践的なところで証明ができないんですけれど、はい、例えば金角ってありますよね。金を見る、直を見る、直角を見る、三角定規ですか。三角定規というか、まあ、例えば面を見ること、金、まあ、その金って言わないかな、はいはい、これ方言なのかな。方言じゃないと思いますけどね。金を見る、つまり直行クランプを布、横に対して縦のもので結んだ時に直行クランプを使うんですけれど、はいはい、直行クランプを何も知らずにこれでキューッと締めてしまうと、約5ミリ、細かい話なんですけど、5ミリだけ締めたナット側にグーッと持ってかれる。この5ミリって結構重要で、この5ミリずれることによって布をつけた時にクランプを閉じてボルトをかけた時にかからないんですね。布っていうのは何ですか。布っていうのはまあ手すりっていう意味であったり、単管、要は縦に対して横の部材のことですね。布切れってなくて布切れではないですよ。足場のその部位の名称と言いますかね、申し訳ないですね。まあいろいろあるわけですよ。これで覚えている方はそういったところの理屈がわからないから、もうそういうところから説明していかないといけないというそのまどろこしさ、はい、はい、難しいですよ。特に今外人さん多いでしょ。本当になおさら思う、その難しくてこれもあれですか、自作で。そうですね、落下防止、落下防止つけてます。はい、そうですね、ボルトで、ビスぶっ込んで袋ナットで、ワイヤーで止めてる。まあこれダブルタクトからも出てますし、土牛からも出てますね、はい、1つ100円ぐらいですよ。はい、で僕なぜかこういう使い方しててですね、まあこれが皆さんどうでしょうね、どういうふうに映っているかわかんないですけれど、私はまあこういう使い方をしているということですね、うんうん、でこれもですね、実は、自作工具ということで私の動画に詳しく説明しています。またこれもダブルタクトのプレートに、先ほどのモンキーのこれと一緒ですね。でこういうアイプレートを金物屋で買って、もしくはホームセンターで買ってつけているということですね。これの作り方が見たい方は、そうですね、概要欄に貼っておきます。はい、お願いします。はい。はい、でここに来て、はい、ここにはまあ今何も刺さってないんです。ここには刺さってないんですが、はい、まあ主に、こういうことですね。革手を刺しています。そしてこれも私たまたま今日はコウメリの SW、まあこれ皆さんコウメリの SW って言ってピンと来られる方いないと思うんですけど、どうでしょうね。これもう手に入らないです。ものすごくレアものです。SW。富士グローブから出ています。私富士グローブから出ているこのコウメリの SW もそうなんですが、 SW ソフト&オシャブル正式名称が、はい、これ私おすすめします。というのはものすごく強いです。ものすごく強いです。昔からあります。私がこの世界入って回しかけ30年って言いましたから、その頃からありますから、ものすごく強いですよ。一月は軽く持ちます。まあ火は使えないですけどね、はい、ガス使ったり溶接はできないですけど、でそれもハトメを加工して、まあハトメしたものをここにかけたりとかして、そのハトメ加工のやつもまあぜひ URA お願いします。お願いします。はい、そういうことも加工、革手の加工もしてますんで、そういったことで使ってますと。トビさんは基本革手なんですか。革手、まああとカフルス軍手も使います。これは立て方しているトビさん、足場を組まれているトビさん、重量しているトビさんでも、おそらくちょっと違うのかなっていうところで、カフス軍手があるんですよ。軍手も使いますよ、はい、カフス軍手って要はここが長いんですね、長くてもうちょっときめ細かくて重量があって、はい、ワイヤーも握れますだから、そういった軍手があります。革手であったりゴム手で、まあ、ゴム手袋ですね、はい、それも天候によって使い分けてみたりとか、まあ基本革手と思ってくれて結構です、はい、今なんかもう革手というよりも人工革手、人工皮革と言われるそのものすごく軽いもの、素材で皆さん、お召しになられてますね。私はやはり革手が好きなんで革使ってます。これでまあ一通り見させてもらったんですけど、はいはい、なんか見てたらこの花びらっていうんですか、はい、カラビナサイズがまあちぐはぐ、ああいいとこ来ましたね。またはい、そうなんです。大きさ違いますよね、大きいのがあったり小さいのがあったり、またこっち来ると小さいのがあったりとして、これ全部まあ土牛で統一してるんですが、これ何かというと、大きいカラビナになると足場かけるときにですね、ブレスですよ、ブレス、筋交い、筋交いが背中向いて仕事してるとカチャンと入っちゃうんです、この中に。あ、わかります。これトビあるあるでしょ。皆さんどうです。あ、トビさん少ないか、全然違う。いや
電気屋さんもでも足場の中で枠の中でビデオの中で仕事するときありますからね。あるでしょ、はい、あれなんです実は。なので僕はこの小さいタイプを全部本当は使用したいんですけど、このクリッパーを使わないといけないがために小さいのができないということで、クリッパー差しのところから関しては大きいのを使っていると。これには入らないんですか、はい、なんですか。これには入らない、一切入らないです。やっていいですか。いいですよ、これはもう一切入らないです。入っても抜けないです、入っても抜けないです。そうすると抜けるんですね。あ、すませて使ったら、あ、両手使ったら、あ、片手でカチャンカチャン、あ、それができないってことですね。はい、はあ、はい、片手の番線カッターだと全然問題はないんですよ、ね、今の MCC でもそうですし、土牛もそうですし、椿もそうです。昔のはこのカラビナに入らなかったんですけど、今のはここ大きくカラビナ入るように加工されてるんで、もうカチャンと入るようになってますからいけるんですけれど、はい、っていうところですね。本当にうざいんですよこれが。ブレスが入るとうざいでしょ。うざいですね。うざいんですよ。ありがとうございます。いやいや、これもないです。じゃあちょっといつもの装着姿を見させてもらって、はい、よろしいですよ。重たいですか。いやー、まあ重いのは重いですね。これで14キロ、15キロ、16キロありますんで、重くないと言ったら嘘になりますね。そしてまた私も年取ってきてますんで、これも、はいはい、45にもなってますからね。少しでももう軽くしていきたいなというところであるわけですよ。はい、はい、でもやっぱりこの若い試合は負けたくないもんで、はい、それいけーってなった時に負けたくないわけですよね、はい、ってなるとどこで戦っていくかと、若いもんに、はい、もう身軽にしていくしかないわけですよ、はい、あ、こういうことです。どうでしょう。かっこいいですね。よろしいですか。おー、よろしいですか。こういう感じで、こういう感じですですね。はい、ありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございました。今日はまあ、トビさんの、フルハーネスの腰折りってことにさせてもらったんですけど、はい、教師さん、例の動画でされてるんで、はい、こだわりとかあると思うんですけど、はい、どういうこだわりが。動画に対してのこだわりですよね。そうですね。動画に対してのこだわりはやはりですね、多くの、まず視聴者に見ていただきたいのがまず一つです。そしてその多くの視聴者とは何かというと、ベテランさんももちろんそうなんですけど、これから建設業に、入ろうとしている職人さん、もしくは監督さんもそうです。でこれからですね、まあ、過去私の動画もですね、今までの時代背景、いろいろな角度からお話ししています。自分が体験してきたことであったり、後世に残してあげたいことであったりというのを、自分の、言い方ですけど、自分の意をですね、説明していろいろな角度から、動画配信しています。なので一度ですね、見てもらうと意外と新しい発見があるかもわかんないです。はい、はい、結構ね、京進さんの動画はほんまに今言ってたようにいろんな角度からね解説されたりしてるんで、はい、僕も電気屋なんでわからないところは結構あるのはあるんですけど、見ててほんまに面白いので、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、はい、お願いします。あのインスタなどもされてます。そうですね、こちらにポンって貼ってきますので、はい、ぜひフォローしてみてください。はい、お願いします。で今日は大阪に来ていただいてて、はい、実は一緒に僕らの人気な大松に、はい、大松行こうと思ってるんで、はい、そちらは京進さんの方で、ええ、何を取るかまだ、そうですね、まだ漠然としか分かっていないんで、まあ、ここでちょっと言うことはできないということで、まあ、見てからのお楽しみということですね。はい、申し訳ないです。そちらの URL も間に合えば、ええ、間に合えば、はい、はい、ぜひ見てください。見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まずね、ちょっと番外編ということで、このクランプの使い方いきますよ。クランプは、まあ、主に直行クランプ、そして自在クランプがあります。直行とは何か固定されているもの、つまり、交差さすときに使います。ちょっと仮に使ってみますね。はい、締めましたと。今度、こういう使いにします。こういう使いで交差をさしますよということですね。交差をさしますよ。はい、交差をさしますよ。こういう使い方をします。なんですが、これ実は、使っちゃいけない方向があります。使っちゃいけない方向はそうですね、方向というか、まあ、作業内容的には使わないといけないとき、わざとそういう風にしないといけないときというのがあります。これですね、はい、見てください。これを逆さクランプと言います。逆さクランプ、覚えてくださいね。つまりこれの直行クランプに関しては、正規の使い方はこうです。皿で受けるでも場所や方法によっては、組む方法、施工方法によっては逆さにしないといけない時があるよということですね。はい、これを逆さクランプと言いますと。あまりよろしくはない。まあよろしくはないですね、基本的には落ちる。やむを得ない時も、やむを得ない時はこれでいこう、はい、ということですね。はい、ではちょっとね、枠組んでいきます、はい、これと同じものをもう一本作っていきます。早いですね、やっぱり。え、早いですね、手つきが。
めっちゃ早い。いや、暑い。暑いですね。暑いですね。すみません。はい、同じものは日本で行きました。もうこの道30年。この道30年ですね。はい、この道30年。大ベテラン。まあ、大ベテランでもないですけどね。こういうのを作ることはあるんですか？あります。はい、今ざっとね、枠こしらえました。枠こしらえたんですが、ちょっと皆さん見て、今わざとにね、わざとにこういう風にしたんですが、わかりますかね？逆さクランプ。逆さクランプ、はい、ピンポンです。はい。そしてどうなってますか？こう見た時にどうなってますでしょうか？正規方向。正規方向。正規方向にはクランプになってますね。そしたらこの縦地のこの面、面見てください。あ、奥は斜めになってる。はい、あべこべになってますよね。あべこべになってます。はい。これ悪い例です。これちょっと直していきます。すいません、直していきますよ。ユーさん、ちょっと欲しいのがこれからですね。はい、まだちょっとあべこべでちょっと作っておきますので、はい、まあ、一応ね、クランプ今、正規の方向で今取り付けました。ところがまだこのあべこべ足の通りはまだ直していないんですというところで、はいはい、さあどうやって直すか、ものすごい、簡単な方法です。これ並べちゃってください。ものすごく原始的です。原始的に直していきます。原始的に直していきます。まっすぐに見ます、まあ、ほぼ見えるかなっていうところに来ましたね。はい、はい、そしてお疲れ様です。はい、お疲れ様です。最近ね、あのフルハーネス、フルハーネス腰道具、はい、感染とかいろいろ出てもらってる、はい、教師の兄貴なんですけども、はい、実はこの僕たちの腰道具に対する、まあ、質問っていうんですかね、質問っていうことで、はい、今日同時配信ね、させてもらってます。そうですね。ちょっとその辺も踏まえて教師さん の、の自己紹介と配信される動画の内容をお願いします。はい、教師インフォメーション代表しております、泉野と申します。合わせてですね、まあちょっとね、小さな会社なんですけれど、私自身、職人やりながら以下のお世話を務めております。というところでね、教師インフォメーション、これまでのですね、もう時代の背景ですよ。私この世界に入ったのが、ね、平成5年4年5年頃なんですね。で、私今年で橋掛け30年になります。その中でいろいろやはりね、私飛びです。飛びなんで、そのなんでしょう、スタイルですね、飛びのこのスタイルもいろいろ変化してきました。そしてね、使っているツール、腰道具などもですね、変化してきました。その中でやはりね、いろいろな思いがあるんです。思うところがあるけれど、やはりそこはね、若い人たちにこう、寄り添ってもいかないといけないなっていうところで、要はですね、私のそういった持論であったり意をですね、熱く語って見てみたり、あとね、もうそこにはね、忖度ないです。全く忖度なんかないです。で、それがね、いいよ面白いよって言ってくれる人もいれば、斜めからこう入ってくる人たちもいてですね、まあそんなところでやってるんですけれど、私はですね、やはりその自分のその経験をもとにですね、それに共有してくれる人が一人でもいればそれでいいかなと思って今日々配信してます。ありがとうございます。はい、ってことで、あの僕たちの腰道具こうやって並べたんですけども、まあ僕ら30代メンバーが多いんですけど、30代、はい、まあ、ちょっと若手世代とも言えるか分かんないんですけど、はい、まあ、僕のチャンネルにも若い20代の入りたての人から40代より上の人ですかね、自分ら道具とか腰道具ばっかりこだわって、はい、まあ、仕事できひんくせに、はい、っていう、まあ、嫌味とか言われると、そういうことを言われる方もいるということですね。正論っちゃ正論やと思うんですけど、はい、まあ、若手のやる気がそうやってなくなっていってるっていう話も聞くんですね。なるほど。で、実際僕のチャンネルではベテラン世代の方と、はい、そういう話って聞いたことないんで、どう思いますか、こうやってこうおしゃれにしてたりとかしてることに対して。いいと思います。
いますいいと思います、いいと思います、はい、そうですね、私のこれも忖度なしでよろしいですか、はい、忖度なしです、はい、私やはりですねものすごく押さえつけられましたっていうのはやはり兄貴仕事を教わった兄貴やまた、おやすさんが使っている道具を抜くことは許されなかったんです。地域的なものがあるかもわかんないです。地域的なことがあったのかもわからない、またその組織でも変わるのかもわからないですけど、要するに例えばこうこれテコなんですけど、テコをキネア使ってます。今たまたまキネアです。種田使ったりもしてます。なんですが例えばこのキネア、これのキネアの説明しますとね、これ埼玉県のメーカーなんですね。キネア旅株式会社です。実はこれ江戸時代から続く歴史のあるものなんですね。例えばこれをですねキネアを好んでつけられている兄貴がいたとしましょう。そしたら私もそのキネアつけることが許されなかったということです。それはつまり道具も一緒です。道具も一緒です。そういった時にこの年代になって考えてみますと、まあその人たちの価値観とか文化であったり風習であったり、上からこう降ってきたそういった価値観を無理やり押し付けていたような気もしてですね。でも私今こういう風にですね、ユウさんがおっしゃいました。道具を見てどうですか。いいと思いますよ。いいと思います。かっこいいと思います。ってことで、まあ僕らは10年目ぐらいになったんですよ。それは実務経験があってことですか。はいはい。で、まあ1年目の子たちは、はい、まあ実力は正直ないわけじゃないですか。はい、そういう子たちがこういう風なバリバリの、まあ30万、40万とするんですよ。はい。っていう保証をつけてたとしたらどうですか。まあこれはですね、まあいい質問なんです。まあ難しいところですね。どうですかっていう質問がちょっと端的すぎてですね。例えば借金してまで買う必要はないものだと思います。そうですね、はい、はい、借金して買う必要はないのかなと。そのうちですねやはり年数年後重ねていくと稼げますから、稼げます。もっと言うと優しい兄貴たち今いますよ、いっぱい買ってくれます。で要は私がですね何が言いたいかというと、自分の生活にまでこのニックスを入れるのはどうかな。私の周りにもいるんですね、こういったね、そのニックスというもので腰を飾って、仕事されることで、その1日のもしくは1月1年のですねモチベーションが上がるな、それはいいツールだと思います。素晴らしいものだと思います。ただそこにやはりですねそこから借金をしたり、また生活使わないといけないお金というものをですね引っ張ってニックスを揃えていくのはこれ違うのかなと僕は思っています。はい、身の丈に合ったレベルでやるよってことですね。はい、人に迷惑かけない、そういうことです。ってことで、こういうふうに僕たち、まあ、今日は30代、20代が集まってるので、一、はい、人ずつ親方、はい、教師の兄貴に質問を投げかけていこうと思うんで、はい、はい、答えれる中で、はい、頑張って答えていこうと思います。じゃあ次は、マサニキでいきます。はい、マサニキ。はい、僕からの、まあ、質問なんですけど、はい、質問どうぞ。ニックス、まあ、いろんな業種に対応できると思うんですけど、はい、教師さん自体は使おうとか使ってるってことはありますか。あります、使ってます。場所場所で使ってます。ちょびっとちょびっと使ってます。ああ、そうです。はい、もともとですね、篠刺しも節袋もいろいろそのニックスで私も以前がっちりやってたんです、はい、ところがですねやはりいろいろなそのインスタやられている方であったり、いろいろまあそのこの YouTube 活動をして訪ねていったところで、行った先々でそのショップの方たちに熱い話を聞くわけですよ。いろいろこれがこうでこれがこうでって話していくと、全部が全部その気持ち揺さぶられてですね、でもともとニックスだったのがあそこのお店のいいもの、そこのお店のいいもので、そういうことだったんですね。そういうことです。はい、トビさん的にはニックスでツールは結構浸透している感じですか。トビさんの中ではツールとして浸透はしていないと思います。そこまではされてないですね。はい、やはりですねそれはそうですね、先ほどもユウさんがおっしゃったように、そのやっぱり見た目が重い、見た目がうるさいっていう方が多いのかもわからないです。はい、いいものだとは思うんです、はい、いいものだと私は思います、はい、でもそれをいいものだと思うけれど、さあ自分がそれを使うのかっていうと使わない方が多いかな、トビの場合ですよ。はい、違うジャンルの人と喋ること機会があって、ちょっと聞きたかったんで。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ先ほどは増田兄貴の方がいろいろ質問投げさせてもらったんですけど、ちょっとうちの一方芝居で有名なあややんっていうのがいるので、はい、あややんからちょっと次の質問、あややん行こうと思います。お願いします。もう縛らないんですけどね。はいはいはい、お願いします。じゃあ、あと僕の方から、教師の兄貴に聞きたいんですが、僕今30代なんです。30代、はい、はい、でそのまあ電気屋の中でもそうなんですが、トビさんの方で僕らより下の世代、下の世代言ってしまえば10代、はい、20代の職人さんが、はい、まあ、僕ら電気屋減少傾向なんですけど、はい、まあ、そういうのはありますか。あります、全然ありますよ。要はですねやはりこの建設業、まあ、トビ、まあ、大工さんもそうです、片倉さんですよ、高屋さんもそう、もう全般ですよね。全般縦のつながりというのが確かにあったんです、昔やんちゃやって不良やってて、それの、まあ、例えば後輩がその要は、男が男に惚れてついてくるみたいな、そういう縦のつながりがあったんですね。今そういうのがあんまりちょっとなくなってきてるのかなっていうのも、一つあるのかなと思ってます。
はい、よくありましたよね、こう先輩に呼ばれてお前ちょっとバイト来いっていうところから業界入るみたいな、ね、そういうことですね。それからまあやってみれば板についてそのままずるずるっとやってるみたいな感じで、そういう職人さんたち多かったですよね、はいはい、で僕らそのちょっとでも若い人たちが業界興味持ってほしいなっていうのもあって、まあ、インスタグラムやったりですとか、はい、まあ、ちょっと腰道具ちょっとねかっこよくカスタムしたりみたいなのもやってるんですけども、教師さん的に何かそういうのにちょっと考えって言いますかありますかね。考えはですね、まあ私これ格好見てください、はい、まだ昔ながらの、まあ、靴はですね青木の ZR 履いて、まだこの関西でいうとこの日課ですか、まあ、関東でいうとこの七分と言われるもの今まだ履いてます。それでまあバートルのワークシャツ履いてるんですけど、あややんなんかはこういう風におしゃれになる、ちょっと背中見ていいですか、もうこういう風にですねニックスの、シャツ着られてる、これでもう現場スタイルですもんね。そうですね、そうですよね、これそういうことですよね、はい、ちなみにあややんお年はいくつですか。あ、今35です。35ですか、はい、私の当下ですよ、10歳下です。見てください皆さん、これだけもう温度差が違うんです。はい、私その若い子たちに例えばそうですね、その建設業この格好を見て分かっていらっしゃ思われるように、何かそのこの格好を見てそのかっこよさであったりっていう、それをその配信していこうとは思っていないです。やはりですね、その厳しい世界なんです。やはり今そのモラハラだパワハラだってやっぱりげんこつするの、コラッとげんこつするのももうダメな時代と言われてみたらですね、もう本当につまらん時代になりましたよ。そういうところで言うと、やはりでも私たちはですね職人の命を預かる立場ですよ。トビさんっていうのはやはりですね職人の命を預かって、またね仲間の命ももちろんそう、自分の身ももちろんそうですし、その工事に携わる全ての命をですね持ち帰らして初めて一発のトビ職人だと私は教わってます。なるほど、はい、そして私もそのように下の配下の者たちに教えています。なので意外とですね、そのかっこいいな、トビさんかっこいいな、あんなところで仕事している、高いところで仕事しているかっこいいなっていうぐらいのところで入ってくる方たちもいますけれど、やはり長続きしないです。あ、はい、それは私の教え方もまずいのかもわからないです。意外と私その結構厳しいです、はいはい、なのでやはりですね、そういうその命を預かる仕事というところでやっぱり仲間も守らないといけないというところで、やっぱり口も厳しくなりますしっていうところですね。答えになってないかもわからないですけれど、じゃあ、はい、教師の兄貴が思うところは職人魂というか心意気というか、その内面的なところがいい職人になれるというか業界長く続く部分だというような感じですかね。そうですね、それとですねもう一つ実はあって、何でしょうね、価値観の共有はやっぱりしないといけないです。自分の考えを押し付けるだけではなくて、やはり下の人間の下の子たちの考えもちゃんと共有してあげる、はい、これがつまり私ももちろんそう、下の者ももちろんそうなんですけれど、一緒に長く細く長くでもいいです、付き合っていく一つの、コミュニケーションなのかなと思っています。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、次あの最近うちのチャンネルにいろいろ書いてくれてる、はいはい、有名なブルーエンペラーって、ブルーエンペラーですね、はい、はい、お願いします。エンペラーさんお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。エンペラーです。はい。最近気になるのが、はい、よくインスタとかで結構相談されるんですけど、それこそこのニックスの腰道具とかにしても、はい、派閥、誰々勢みたいな、関東勢、関西勢とか、めんどくさいです。ですよね。はい、でそういうのを結構いろいろこう質問来たりとか、そういうので結構揉めたりしてるところがあるみたいなんですけど、揉めるんですか。結構揉めてるところあるみたいで、はい、そういうことに関してはどう思ってはるのかなみたいな。あの私その派閥というのを今初めて聞いてですね、揉めるというのも初めて聞いたもので、その派閥というのはどういったものなんでしょう。例えば所払いとかそういう話なんでしょうか。所払いってなんですか。所払いとは。ところが、まあ、要はそのまあ下手打ちしますわね。でまあ兄貴親父に対してはまあ恥かかしてしまったと、そこにもうそこでついて仕事ができなくなったと、まあ、飛ぶってですね、はい、とんずらかまして、でそのとんずらかました者同士がそこでくっついたとか、それで派閥ができるって、そういうことじゃないですか。そういうのじゃなくて、はい、なんかあの、まあ、ニックスのこう例えばこう革、こういう革でこだわってる税であったりとか。あ、そういうことですか、はい、例えばその、何でしょう、バリスティック的なそういう革とそのバリスティックのようなってことですか。そうですね、はい、とかまあ自分でカスタムする税とカスタムを嫌う税みたいなのがあったりとか、そういうのがあったりするってことですね、はい、あのちょっと歌詞に質問です。ニックスっていろいろなところでいろいろな地域で、まあ関西であったり関東であったりってところで、全国津々浦いろいろなところで集まりがあるじゃないですか、はい、そういう集まりも何か派閥が関係してきたりとかするんですか。実はなんかするみたいですね。あんまりよくわかんないんですけど、僕もいろんなところに顔出していってるんであんまりよくわかんないんですけど、なんか実はなんであいつが来てるんやとか、そういうのがあるんですか。あのなんでしょうね、ちょっと質問とずれる回答になるかもわかんないですけれど、もともとニックスって歌詞どうですか、どういう入り口は何でした、このニックスに対しての入り口って歌詞なんですか。まあその職人に対してその痒いところに手が届くというか、
ちょっと職人が求めていることを忠実に再現したツールなのかなと、ツールなのかなと、で、はい、それを実際自分が今腰巻かれて日々現場で戦ってるわけですよね、はい、そうした時に歌詞どうですか、そのツール、その腰道具を巻いて今かゆいところに手が届くのかなっておっしゃった歌詞、それを巻かれて現場で戦っていざやってみてどうなんですか。やっぱり今までのものとちょっと考えられてるなとか、ちょっとここいつも擦れるよなとか、ここ擦れるよなというところがちょっと補強してあったりだとか、なんかそういうところではやっぱりこうすごい気遣ってもらえてるんやなっていうふうに。なるほど、おそらくですね、私もその入り口って皆さんそうだと思います、同じところだと思います、かゆいところに手が届くとか、もう見た目もかっこいいですからね、はい、見た目もかっこいいし、まあお高いですけれど、やはりそれで何か働くモチベーション、また給料もらったらあれ買うぞとか、またあれがそこのショップに入ったらこれまた買うぞっていうのも一つ、モチベーションにつながるもうツールですよ。入り口は皆さん一緒ですよ、一緒なのにそこで派閥ができるものだとしたら、僕はそれはコミュニケーションのツールでも何でもない。おそらくこれを作られたニックスの社長も派閥を作るために作ったものではないと思います。やはり感情が入りすぎるのか、そうですね、私の知る人もですね、重さをこう測ってですね、測りにかけて重いと喜ぶ方がいるんですよ、はい、ニコニコする方がいるんですよ、はいはい、なんか高級松阪牛 の、 グラム1万円みたいな、そういう、はい、感覚でいるんですがね、ちょっと飛んでる人がいるんですよ、はい、もう今のモザイクお願いしますまあそれは冗談としてですね、まあそういう風にですね、何か揉める、その要は派閥になるようなツール、ね、であるならば、私はもうこういったものは必要ないのかなと思ったりもしてるんですけど、どうなんでしょうその辺って。そのやはりこれをずっとつけて歌詞戦っているわけでしょ。はい、はい、どうなんでしょう。まあそうですね、仲良くしたらいいやんと思うんですけど、うん、仲良くしたらいいと思います、はい、その派閥というのは、例えばちょっとそこを詰めていきますけれど、西と東で何かあったりとかもするってことですか。関東と例えば関西で何かあったりっていうよりかは、なんかこうちょいちょい DM が来て、はい、なんか関西の人やのに関東の方に出入りしてきて、あ、そういうのもあるってことですか。関東に、はい、住むんですかとか。あ、皆さんすみません、私がね、まあ、代弁というか、もうここにシャシャリできて、そのニックス別にそのガッチリやってるわけではない、私がですね、トビの私が言うのもなんなんですけれど、もう皆さん本当に仲良くしましょうよ仲良くしましょう、本当に間違いない、要するにこれを見て、まあ、先ほども言いました、入り口はどうであれかっこいいなと思って来てくれる方たちたくさんいるわけですよ。なのに入ったところでドロドロって嫌じゃないですか。なので、仲良くできたらいいと思いますけれど。ありがとうございます。はい、 OK ですね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。結構確信をついたというか、はい、突っ込んだところまでいろいろ質問が飛び交ってきましたから、ありがとうございます。いやいや、社長が言われてたように、こういうミックスを楽しくするプロであると僕も思ってるので、はい、僕はやっぱり巻き込まれない方なんですけど、こういうので揉め事とかあるみたいなんで、はい、仲良くなるツールにしていきましょうよ、うん、やっぱりですね、その業界のこれから先も先細りしていく一方ですよ。なり手なんかいないんです。今いる中でなり手がいないながらにも、そこでフォローし合っていかないといけないところで、わだかま、どう言ったらいいですかね、まあ、先ほど歌詞からちょっとね、そういう質問があって、私もびっくりしたんですけれど、派閥的なところがあってっていうのがちょっと聞いたんでびっくりしたんですけれど、もうちょっとみんながこう仲良くなれるツールであるべきだと私は思いますけど、まあね、教師さんも中身はすごい平和主義、ええ、僕ら顔は僕も外見は平和主義じゃないですか。いや、まあ、そこはちょっとノーコメントにしたいんですけど、すごいこうね、心の優しい方なので、ね、まあ、僕ら一緒に発信者として、はい、まあ、みんな楽しくやれるように一緒に配信させてもらえたらということで、はい、最後みんなから一言もらおうかな、はい、やんから全国飛び回ってますけど、見かけても叩かないでください歌詞どうしよう。歌詞は叩かれてるんですね。戦い担当なんで、これ全部台本なんで全部言わさせられてるんでお願いします。クレーマーパチまさに、そうですね、まあ、教師さんがおっしゃったように、みんなで、ね、仲良くこのニックスというものをもっともっと広めていけたらいいなと僕らは思っているので、仲良くしていきましょう。はい、はい、じゃあニキ最後に締めてください。はい、ちょっとね、今回のその質問のコーナーという中でね、カッシーからいただいたこの派閥というのにちょっと私自身もびっくりしてですね、ちょっとくどいようですけれど、これがですね、やはりもう平和の象徴であるかのごとく、もうそういった位置づけであるように皆さん協力してですね、仲良くやっていきましょうというところでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ僕らカッシー派閥とも仲良くしてもらえたら嬉しいです。おー、もう仲良ってことで、京心さんのインスタ、YouTube で、みんなのインスタとか、カッシーも YouTuber ですね、はい、みんなのあれは貼っとくんで、概要欄にカッシーに叩く人がおったら YouTube 見てくださいってことで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
疲れ様です。はい、お疲れ様です。今回はですね、はいはい、電気屋で番線を使うことが、ええ、あ、なるほど、少々ありまして、うん、はい、で僕も前動画を出したんですけども、はいはい、まあ、飛びさんですかね、ええ、ちょっとそのやり方怪しいぞと、怪しいぞと、はい、まあ、僕も言ったらいろんな人に教えてもらったり、はいはい、理由が混ざってたり、ええ、ちょっと正しい番線縛りをできてなかったのかなっていうのもあるので、うん、はい、職業は、職業は飛び、主に今は飛びをやっております。まあ飛びと言われてもですね、まあいろいろありまして、まあ足場、それから立て方飛びですね、鉄骨です、それから重量飛び、こういったところを主になりわいとしてやっている、まあ、飛び職人です。番線縛りのプロフェッショナルってことですね。まあ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 、そうですね、はい、うん、でまあ、ちなみに京進インフォメーションさんという名前で、はい、YouTube されてますので、はい、こちらに貼っときますので貼っときますので、はい、ぜひ見てください、見てください、はいはい、ということですね、はい、で今日僕含めて電気屋が3人おるんですけど、多分いろいろこんなシチュエーションで使うよっていうのがあると思うので、はいはい、ちょっとみんなの疑問に、そうですね、お答えしていこうと、はい、はい、やり方を教えてた、はい、わかりました。できたいんですけど、はい、まずその番線っていろいろ売ってるじゃないですか。いろいろ売っている、つまりはなんか何番やったり、ああそう、番手の、数ですね、はい、うん、番手であったり、まあ、規制で売られている箱番線であったり、丸く束ねてやられる、まあ、丸番線、そしてから一本物で売られて切られている切り番線と、番線もこの3種類ありますんで、まあ、切り番線はちょっとね、建設土木では使わないですね、造船の方になっちゃうんですけれど、まあ今はね、丸番線であったり、まあ、規制の乗り継番線ですか、そういったもので説明できたらなと思ってます。お願いします。はいはい、早速行ってみますか。はい、それではね、電気屋 YouTuber さんの、まあ、視聴者ということはですね、おそらく電気屋さんがメインでいるのかなというところで、まあ知っている方はもう多くいらっしゃると思いますけれど、まああえてもう一度僕の方から説明しておきます。こういったね、作り番線、まあ通称、まあ我々作り番線であったり、規制番線であったり、箱番線と言われる、まあ能率、こちらは能率から売られている10番線ですね。10番線もうすでに加工されて売られています。一番まあ手取り早いんですよね。切り寸法は700で作られていると思われますと、こういった10番線がございます。そしてこちら12番線ですね、丸で巻かれている12番線。そしたらこの12番線10番線はねえのかという話なんですが、ございます。12番線と10番線がございます。そしたら10番線12番線って言ってるけど、それとつまり何ぞやという話なんですけれど、要は太さです。太さ、10番線はまあこの能率で言うと 3.1、 あとはそうですね、箱番線も横綱番線であったり、足バネであったりってなってきます。あ、いろいろありますけれど、 2.8 ミリであったり、まあいろいろ違います。ここにあるのは能率番線なんで 3.1 ということで10番線です。10番線。そしてこの12番線、これは 2.6 ミリです。 2.6 ミリ、つまり番線というのはですね、番手というのは数が多いほど細くなります。数が若くなるほど、若くなるほど太くなります。で、飛びの場合はこの番線、3つの番線を使い分けます。つまり8番線、そして10番線、そして12番線と。つまりどういうことかというと、これから12番線、13、14、15、16と行くんですけど、そうなっていくと、まあ、針金と言われるものですね。皆さんご存知の。針金であったり、まあ、結束線であったり、そういったところまで続いていくものなんですね。それの段階、ある段階の段階での番線が、この3種類あると。8番線、10番線、12番線と。よろしいですか？はい。はい。そして今日使うのはこの10番線と、12番線を使って、講習の方でやっていこうと思います。お願いします。お願いします。ちょっとあの僕たち電気屋からの質問なんですけど、はい、この丸巻いてる状態の番線を、丸線、あのよく飛びさんとかがこう加工して、加工、ああ、はいはいはい、ビチビチして、こういう形にされてるんですけど、はいはい、こういう形にどうやったらいいのかな。ああ、なるほど。分からなくて、そうですね、はい。そしたら番線の作り方からいきましょうか。はい。はい、今ですね、いい質問があったんです。つまりゼネコンで働かれている、まあ、電気屋さんないしは、まあいろいろな職方さんたち、倉庫、組の倉庫行きますと、まあこういった形で置かれてますよね。こういった形で番線置かれてると思います。あ、丸番線に限っては。そしたら今の質問なんですけれど、このまま置かれている番線ではちょっとこう締めにくい、締め方がわからない。やっぱりこの加工番線、作り番線、箱番線で慣れている僕たちは、縛るとこ行くまでにちょっと面倒くささも感じるし、わからないから難しいという質問を受けました。それなんですけれど、そしたらですね、ちょっと実演を交えてこの番線作ってみましょうか。はい、はい、お願いします。はい、それではね、今から作っていこうと思うんですけれども、ちょっとこれ見てください。これね、ちょっとワンポイント、イライラする、ちょっとイラッとするワンポイントがこれです。まあ見る方見ると分かりますが、この番線切った後は曲げておいてください。次の人が使うために曲げておいておく。これはモラルとして覚えておいてください。曲げておいておく。そしたらこの端部がどこかっていうのがすぐ分かるので、取りやすいということですね。切ったら曲げておいておく。まずそれからちょっと話を進めていきます。そうですね、そしたらですね、まあちょっと適当っていう言い方僕あんまり好きじゃないんですけれど、まあ一握り今これで握って必要な分切っていこうじゃないかということで、そうですね、ここでいってみます。いいですか？切ったらですね、切ったら曲げるんですよ。切ったら曲げます。切ったら曲げます。
はい、切ったら曲げますよ。はい、曲げて一度置いときます。これからですね、こういう形になりました。はい、増田兄貴、はい、さっきの質問です。そしたらこれからこれを手渡されたら、はい、手渡されたが、しかしこれをどうすればいいのかって話ですよね。はい、はい、そしたらですね、皆さん見てください。まず切ったタンブが一発ここにあります。ありますね、見えますか、わかります。はい、この面でパチ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 と切っていきます。おお、切っていきます。ちょっと増田兄貴、はい、今道具はないんですかね。そう、ごめんなさい、丸腰ですね、はい、あなたはあれですか、あの講習を受ける立場でありながら丸腰ですか。なかなかこともありますよね。あ、そうですか。なるほど。まあ、まさにこういう松田兄貴を皆さんよろしくお願いします。丸腰で来たと。なかなか根性ありますよ。はい。私も長い間ですね、若い人たち講習しますけれど、丸腰で親父来ましたという若い人、私なかなか会ったことないですね。はい、いいですか、すいません。余談になりましたが、今見てください。このタンブ揃えてここ切っちゃいました。全部切りましたね。で、これをまず半分にしていきたいんです。いいですか、見ておいてください。この半分にしたいということは、ここを支点にしてまず曲げ込んでいきますよ。曲げてます。いいですか、反対方向。曲げます。ね。曲げましたよ。で、曲げたところから今度煽っていきます。煽っていくと、煽るという、煽るという、はい、半分にしました。後でちょっと一人一人やってもらいます。はい、ちょっと見ててください。まあ、ここで一回癖をつけます。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 こういう状態になりました。あとはもうちょっと離れてくださいね。いきますよ。いいですか。はい、叩きます、叩きます。叩きながら丸めながら伸ばしていくと。いいですか、いいですか。はい、伸ばしましたと。こういうことですね。そしたらまずこの形ができましたよと。この形が1本できました。そしたらこれから人形を、さてそしたらどうするんだということなんですけど、これからねじって、型作っちゃえばもう人形の出来上がりと。人形って言うんですね。はい、人形ですね。はい。人形。まあ、加工番線でも言いますよ。はい、人形でもいいです。人形番線。長さとかはもう。長さはこっちは700です。はい。はい。こっちは、長さは、750でできます。はは。750で。これを半分にすれば750。そういうことですね。そしたら松田兄貴、はい、この後ね、ちょっとこれで今から丸腰の松田兄貴に作ってもらうんですけれど、そうですね、ちょっとこの辺で。このぐらいでやってみましょうか。はい、丸腰このぐらいで。丸腰ということなので、ちょっと自分でこういうことかなと思う感じでちょっとやってもらっていいですか。はい、講習を素手で着てることに関してはどうですか。素手で講習に着てることに関しては舐めてますかね。はい、見てください。素手ですからね。あ、でもあれか、デポイントが。そしてまた半袖と。はい、そしてまたシャポかぶってグラサンですからね。これ舐めてますかね、世の中。ちょっとそこから電気は学んでいきます。そうですね、学ばないと申し訳ないです。5輪っかぐらいでいいですか。ああ、もう5巻でも6巻でも多いと曲げにくいかなと思って。うん、まあまあそういうこともありますね。でも多い方はもう30本40本でやられますよ。はい、叩いて伸ばされます。まあその辺で行ってみますか。はい、それでもう切っちゃってください。自分がこの辺かなっていうところでこの面ですね、はい、切っちゃっていいです。はい、ちょっとやりにくいですね。ここで合わせれば。そうですね、一気に切るんですね。はい、一気に打てば1本ずつでも2本ずつでも、うん、はい、全部切ろうとしなくてもいいですよ。慌てなくていいです。1本ずつでもいいです。僕らこれ使い慣れてないですね。結構硬いですね。さっきスパスパ切って貼ったからいけるんかな。あ、そうですね、舐めてもらったらこうなりますからね。経験本物を言わせてましたからね。そうですね、はい、切りましたというところで、まだ切れてはないのかな。切れてはないですね。まだ1本残ってますね。そういうところですよね。やっぱり全て舐めてますよね。そしてまたそういうところで切るでしょ。もう早くこれバラバラになってるわけですよね。皆さん見ててください。ちゃんとこれは切った面はちゃんと合わすと、ね、はい、急がなくていいですよ。ゆっくりやってくださいね。慌てなくていいです。決して慌てなくていいですよ、はい、そうですそうです。ちゃんと面合わせておきましょう。トントントンと合わせておきましょうと。あったところで、あったところで切っちゃいますか、はい、おそらくまあその、面は出来上がった時の面はもうちょっとバラバラになっちゃいますけど、まあ仕方がないというところで、はい、こんな感じかなというところ、はい、そうですね、掴んでいただければいいです。はい、はい、そうですね、タンブはしっかり曲げておきましたというところでこれを置いておきます。はい、そしたらですね、このタンブを合わせてまずここかなというところ、うん、ここかなというところをちょっと、持ってもらって反対に折り曲げましょう。そうですね、そのまま自分の手前の方にぐーっと曲げてください。そうです。すると見てください。今これ名前言ってもらいました。そしたら袴のようになりましたね、これ。はいはい、これはちょっと、ダメな例です。つまりどういうことかというと、もう一度いきますよ、はい。丸いものを曲げました。こういうことですね。横に今曲げました、ね。そうですね。横に曲げて、このスナップ効かしてくっ。この感覚ですよ。感覚。はい。ちょっとやってもらいましょうか。もう一回癖ついちゃったんで、どうでしょうね。めっちゃむずいな。そうです。
合ってます。そうです。合ってます。合ってるけど、まあ最初1回癖ついちゃったんで、それを踏まえて、もう一回行きましょうか。もう一回、はい。ちなみに今の失敗したままやったらどうなってしまうんですか？別にどうってことはないです。ただこれで作って、はい、兄貴できましたと思っていたから行った時には、この番線で引っ叩かれます。っていう時代でした。ああ。もっと言うと、これ見てください。この幹部が揃っていない、はい、長さが揃っていないことに関して、はい。てめえこんなの草をかと。そういうところですよ。はい、これ、本当にもう皆さんこの番線で泣かれます。本当に涙を流して泣き込みます。はいはい。それぐらい、登竜門。そうです。登竜門、なぜかというとこの番線で人の命を預かっているわけです。まあそうですね。そうですね。そしてもっと言うと、見習い、それからもっと言うと下積み時代というのはこういった番線を兄貴に渡す。つまり何が言いたいかというと、自分がお客さんが望んでいる商品製品を作れないわけですよね。作れない。だから兄貴や親父にそれを託すものとして、自分のそこで働いているその一人区という人区を兄貴親父が稼いでくれているわけです。その兄貴に向けてこういった番線渡すのはどういうことやという話ですよね。そういったことを今の若い人教わってるんでしょうかね。はい、って言ってる間にね、松田兄貴がなんか、はい、大丈夫ですか？両方合わせるの大変ですね。あ、両方合わせなくていいです。片っぽだけ合わせれば大丈夫です。はい、はい、で一分の好きなところでこの辺かなというところでもう切っちゃってください。そうですね、はい、教え方も優しくなりましたね。これ昔ならもう松田兄貴、コブが5、6箇所できてますよね。はい、申し訳ないです。はい、そしてどちらか幹部を、一回きれいに合わせちゃいましょう。はい、トントントンと合わします。はい、そうですね。幹部を、面に合わしましたと。こっからがむずいんですよね。そうですね。これから大体この辺かなっていうセンターでもって、そこを支点にクッと曲げてみてください。はい、OK です。で、今度自分の方に引きながら、こう前に出す。引きながら前に出す感じ、イメージ。そうです。最初に良くなりましたね。もうあと少し何回か繰り返すと、揃った曲げができるようになると思います。一発で、くつまで、ちょっともう一回やってみますか。はい、おそらくもう感覚はつかんだと思います。あ、でも後編だ、最後が。そうですね、難しいですよね、うん、これ簡単にやられるとやっぱりうちら若い子時代に見習った時のあの涙が、はい、無駄になっちゃうんですよ。なかなかできないもんなんですよ。ちょっと手貸しましょうか。はい、いきますよ。もうちょっとなんです。考え方としてはこういうことなんですよ。はい、いいですか。全然違う。いいですか。ちょっとまあこのずれてますけれど、まあこれはちょっとご愛嬌ということでいきましょうか。はい、はい、そしたら松田兄貴、これをですね、はい、自分の膝でもってちょっとこう折り曲げて、そうですね、もうこの辺からでいいです。そうですね、この折り曲げていくことは何の意味があるんですか？はい、これはただ単に、はい、癖をまずこのまっすぐ持っていくための癖を戻すと、丸から直に持っていく段階の一つの工程として覚えていただければ結構かなというところです。はい、はい、ある程度まっすぐなりました。まっすぐなりましたが、まだメラとなってますね。はい、これを叩いて伸ばしていこうということですよ。はい、はい、そしたら、舐めてる松田兄貴お願いします。はい、叩いて伸ばしていくんですけれども、ちょっと待ってくださいね。先にこの番線しの刺す父方向から握って、この方向を先にまっすぐ叩きましょう。はい、はい、いいですよ。結構重い。両手でいきましょう。はい、そうですね、ちょっと一回反転させてください。年代、そうです。それを繰り返しましょう。はい、さらに反転させて、まっすぐまっすぐしていくイメージです。はい、はい、OK です。そんなもんで大丈夫ですよ。1回ずつ反転させていってるんですね。そうです。反転というか、もう本当に気持ち丸めながら叩いていくと。あ、で、今おそらく握られているのは何本かな。8本程度でしょうか。8本程度なら3回で1回もうそのまっすぐ持っていきたいなというところですね。イメージは 3回引っ叩くと。で、まあ行きました、はい、で、もう一回反対ぐるりと反対させて、はい、そうです。そして今度はここをまっすぐしましょうということです。この父のところをまっすぐしていきましょうというイメージですね。はい、一回もうちょっと力入れたっていいです。パーンと反転させながらまっすぐしていってください。そうです。はい、 OK です、はい、もう一回行きましょうか、そこで。はい、はい、いいですか。だいぶまっすぐなりましたよね。はい、最初にしては今日初めてですよね。初めてにしてはいい出来だと思います。はい、まっすぐできました。まず丸い番線からまずまっすぐにしましたというところまで来ましたよ。はい、そしたらいいですか。これから一本ちょっとどれでもいいんで取ってください。はい、で、この形人形を作っていただきたいんですけれど、ちょっと頭こういう風にねじってんのかなっていうところでちょっと一回ねじってもらっていいですか。これを作っていただきたいです。これはどこでも違うな。型ができないですね。はい、はい、ちょっとやってみましょう。こう無理くりでもやってみましょう。はい、こういう感じですか。ちょっと、はい、2本2枚で。はい、今、松田兄貴が作ったものです。これが規制の能率番線、10番線です。こちらはまあ12番線なんですけど、丸番線から今伸ばした番線と。こっちは既製品。こっちは松田兄貴が作ったものというところで。ちょっとでかく見えるかなって感じですか、ね、そうですね。父の部分がでかくなる、見えるのかなっていうところですね。で、私、これ今、たまたま作っていただいたんですが、多いのはね、ここなんです。
このねじり方を右左分からずにこの加工をされる方が多いと。これ飛びさんでもいます。ちょっとそこを一つねポイントとして挙げて、どういう風にするのかっていうのを一つね、今から伝授いたします。いいですか。今のは反対やったんですか。今の正解。正解は正解ですね、はい、こういうもう、作り板今1本の丸盤線から作りました。ただもう目安としてはですね、わかります。例えば右左にしましょうか、はい、どうしましょう。右側もしましょう。右左にしましょう、はい、でこう思った時に左側が右の上に交差綾を加す。わかります、はい、こういうことです。順番としては右のものが左の下に入ってますね今、うん、これです、うん、OK ですか。これを逆にしてしまうと一周損をしてしまいます。一周損をしてしまいます。それはまた後からお見せします。これが正義ですよ。いいですか、はいはい。そしてさらに言うと既製の番線父の大きさこうなってます。今ほぼほぼ同じにしてます。ほぼほぼ同じにしてます。これをさらに僕はさらに短く小指が入るかな程度で持っていきます。これも後で説明いたします。父は小さい方がいいんですか。小さい方がいいですね。もっと言うと自分が使っているこの篠の一番太い部分で合わす方がいいかもわかんないですね。あ、はい、そのイメージです。まあこれは僕のまあこれ独断と偏見なんですけれど、でさあこれからどうするのということなんですが、こういうことです。中指手かけます。もしくはこの2本かけちゃってもいいです。親指で押さえて2本かける、もしくは親指で押さえて中指かける。2本指かけましょうか、はい、ね、かけます。でそのまま折り曲げてやるだけです。折り曲げてやるだけで、人形が型ができるということですね。はい、永久保存版。そういうことですね。ちょっと増田日記やってみますか、はい、左が右の下へ、はい、そうですね。これで小指が入る。そういうことですね。はい。で、そうですね。そうですね。その中指がそこには中入れてないですよ。あ、ここですね。あ、そうですね。はいはい。そういうことです。で、はい、なんか手つきやらしいですけど大丈夫ですか。はい。あ、そうですね。はい、あ、いいじゃないですか。あ、いいですよ。そうです。十分です。番線の作り方としてはもう十分だと言ってもいいです。はい。そうしたらですね、これからまあ番線の方をちょっと祝えていこうと思うんですけれども、ここまで皆さんよろしいですか？番線、番手には8番、10番、12番がありました。そしてこういった規制で売られている番線ですね。10番線です。ノリズ番線です。ノリズ番線は 3.1 ミリあるんですよ、この幅が。厚みが 3.1 です。それに対して12番線は2.6 ミリで丸盤線ですと。でその丸盤線をこういった加工盤線に仕方がわからないと、現場でトビさん見ていると丸からパチパチ切られて何か鉄板上で叩かれて伸ばされていると、あれはどういった意味があるのかっていうのは、丸盤線から直に直してこの人形を作ったということなんですね。この盤線を作るだけでもものすごい工程があるでしょ。そういうことなんです。では次の、質問コーナーに行ってみたいと思います。ありがとうございました。はい、カッシー、ちょっと自己紹介してもらった方がいいですか。そうですね、はい、カッシー自己紹介お願いします。ありがとうございます。空調屋のカッシーチャンネルのカッシーです。はい、カッシーチャンネルのカッシーということで、はい、またそしたらユウさんまた出してあげましょう。はい、はいはい、ありがとうございます。空調屋さんということで、そうですね、まあ、配管や鉄管ですか、はい、そういったものをまあ小箱してまとめてクレーンで養獣したり、まあ手渡ししたり、担いで担って歩いていったり、まあもしくは小箱したままその日置いて帰ったりということで、巻きつける番線を使ってってことはよくされていると思うんですが、はい、どういったことで今回どういったことを習いたいということでしょうか。まあ正直その自分らなりに、はい、まあ、マイナスドライバーとかでギュッて締めたりするんですけど。何もマイナスドライバー、あの番線とかふざけてんのかって話ですよ。あ、まあいいんですよ、鉄筋で、まあ、巻かれてもいいです。まあマイナスドライバーでもいいです。でもドライバーというのは使い道としては何でしょう。はい、ネジを締めるものですよね、はいはい、これは何で締めないといけないかというと、はい、篠です。篠ですよね、はい、はい、そういうところですよね、まず、はい、間違ってるのは、はい、そうでしょ、はい、そういうところからまず直しましょうということですね。はい、ありがとうございます、はい、皆さんすいません、余談な話になりましたということでですね、そしたらカッシーがどういったもので、まあ、その、巻きつけるときにちょっと不安なんだということなので、伝授していこうと思います。はい、それではね、皆さんこちらにも今段取りしました。まあちょっとね、パイプで簡単に単管で枠を押し上げてですね、カッシーが言っていたこういった鉄管ですね、鉄管をまあその巻いて小箱したいと、まとめたいということなんですけれど、カッシーはまた丸押しということで、ごめんなさい、道具もないということですね。何もないです。何もないってことですね。はい、もう舐めてんのかって話ですね、皆さん。もう冗談じゃないよって話なんですけど、まあこの篠でね、まあこれわらび上田なんですけど、上田の篠でちょっとやってもらおうと思います。はい、よろしいですか。ここに
今数本の1,2,3,4,5,6,7,8 本のまあ太さそれぞれ径が違う鉄管が8本ございます。まあこれをですね今から丸めて祝いていくんですけれど、ちょっと見てください皆さん。まあこういったね、さっき丸盤線を引っ張ってまっすぐ伸ばした盤線、まだこれ人形父は作ってないですよね。まあこういったものをここに置きます。でこういったものを一つまとめるにはどういったものが必要かというと、盤線でいうとこれ半巻きがあれば必要いいわけです。ほど足りるわけですね。で、素人さんもしくはまあこれ見習いさんの方たち、こういったものをですねチョキチョキチョキとパチパチパチとこれを切られると思います。確かにいいんです、それはそれでいいです。こういった作り盤線ですね、10番線であったり、まあ、12番線の作り盤線もそうなんですけれど、こういったところでもってですね、チョキチョキパチパチと切られて半分作っちゃうと思うんです。それでもいいんですよ、いいんだけど、ちょっとこれ注目してください。これそしたらこういったものをですね一握り持ってですね、先ほど丸盤線をまっすぐ伸ばす加工の中で曲げたように、まずこういう形作っちゃってくださいよ、ね、こういう形作っちゃってください。あとはこれ切ったらいいだけじゃないですかって話です。つまりどういうことかというと、こういうことですね。これを切りゃいいだけの話なんです。ここをですね、いきますよ。パチ、パチ、パチ、パチと。切るとさ、どうでしょう。もうすでに半折りの半巻きができてるじゃないですかって話です。これを使っていきましょう。さあ、そしたらね、これを まとめていこうぜ。まとめていこうぜということですよね。そしたらそうですね、まあその2点、1箇所2箇所祝いきましょうか。まず1箇所でもいいですか。まあ1回こういう形でいきましょうということですね。はい、先ほど作った作り盤線の半巻きです。これをですね、樽巻き覚えてください。樽巻きで祝いていきます。樽巻きつまりダブルで祝えろということですね。いいですか。そしたら下から盤線を持っていきます。下から通してそのままダブルで持っていきます。見てください、いいですか、はい、で篠を入れますよ。篠を入れます。キュッキュッキュッと上げます。で巻きます。まずこの形作りましょうと。そしたらもう手入れないです。盤線そこで上にくるくるくる、篠を入れてそのままくーっと巻いていくだけです。巻いていくだけです。イメージはあまり暴れないようにということで、今分かりやすいようにやってます。いいですか。ちょっと後で、詳しくは説明しますんで、まずこの形一つ貸し、そしたらこっち行きましょう。はい。この最後の締め付け具合はどんぐらいですか。締め付け具合はちょっと皆さん後でやってもらいます。はい、はい、お願いします。はい、そうですね、はい、行きましたと。はい、篠、はい、こう、はい、ストップ、はい、ここです。皆さんこれ見てください。まずはいいですか、ちょっと歌詞変わりますか。はい、はい、まずはですね、今下から通して父の、まあ、僕から見て、右側に持ってきてます。これをまず左に持っていきましょう。左に持っていこうということですね。はい、やってみましょう。そうです、左に持っていってちょっと一回締めてください。こうかなっていうのを自分でこういう風にするのかなっていうところです。はい、あ、いいです。もう自分なりにちょっと締めてやってください。今樽巻きやってます。樽巻きです。つまり半折りにした盤線2本を一緒にまとめて縛っている、それを樽巻きと言います。はい、樽巻きです。ちょっと見てみましょうか。はい、そしたら僕のと一度比べてもらいたいんです。僕のと比べてもらいたいです。まあなんとなくは縛り方としてはまあ似通ったことになってますよね。縛れてるんです。実際これで縛れてます。縛れてるんですけれど、もう一度僕行きます。何が言いたいかっていうのはその次話します。ちょっと切らせていただきますね。カッシーの番線切りました。そしてもう一回いきますよ。そのまま続けていきます。続けていきます。何が違うかっていうのをそこでちょっと盗んでください。はい、トビさんのね、トビさんの縛り方ちょっと盗んでくださいね。いいですか。はい、何が違うかったんでしょうかって話です。上に引っ張りました。引っ張りました。はい、はい、そしたらそれ今一つ分かりましたね。引っ張りました。はい、ただそのイメージでもう一回やってみましょう。はい、この段階で、うん、そうですね、この下の遊びをちょっと今引っ張ることによって遊びを取ったということですね。はい、1回、はい、2回と、はい、3回、そんな感じですか。はい、そんな感じでいきましょうかということですね。はい、今カッシーは3回でこの樽巻きこんな感じでしょうかというふうに僕の方に持ってきました。この3回がつまりどういうことかというと、見てください。これまだ今遊んでますよ。遊んでます。今の3回を、そしたらつまり今度例えば2回半で締めれないかという話なんです。3回を2回半で締めれないかという話になってくるんですけど、した時にどうするかというと、最初の段階で
この乳となる番線を入れるところの乳が出過ぎてたと。これはどういうことかというと、しのを垂直にしてもらって物に当てがって、イメージはそのまま入る程度の出面と言いますか、わかりますかね。この面であるから引っ張って効かすことができたんだというイメージです。イメージです、イメージです。もっと言うと、この乳、つまりこの番線を入れる、この通すこの穴は上に出てなくても下でもいいわけですよ。下でもいいわけです。この面よりも下でもいいわけです。しので起こしはいいだけなんです。はい、伸ばしはいいだけなんですね。でいいんですよ、カシノでも全然 OK です。 OK です、 OK なんです。ただ足場としては、まあこれ足場の講習ではないんで、足場のトビさんがとなると、これはブーブー NG です。ただもののこういった仮締めであったり、まあその用銃でそういったところで使う締め方であれば全然 OK です。 OK です、 OK ですが、基本というか、そうですね、覚えていただきたいのは、下から持ち上げるイメージですね。まずで下の隙間を取ってやると、遊びを取ってやるといったところで、2回半回転で締めたいよねってところです。締めたいよねってところです。歌詞ちょっと見てください。もうこの時点で、この時点でもう半分なんだということですね。すいませんね、ちょっとなんとなくでしかわからないかもわからないですけれど、今1回転ですね。はい、1回転です。もう効いてますよ。はい、2回転です。2回転、もうこの2回転で効いてます。で3回転はおまけで、グリコのおまけと一緒ですね、ということです。これも動かない、まあ鉄と鉄なんで、動くか動かないかあったら、それは動きます。ダブルなんで、はい、あの樽巻きなんで。これが箱、まあこれからやっていく箱縛りであったりってなってくると、もっともっと頑丈な縛り方っていうのも伝授していきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、これその今これは最高、今できてる。ただ今持っていく方もいい、こっちから入れるんではなくて、はい、こっちからこう持っていくな。ここで落としちゃう。はい、今からですね。そうです、あ、いけるっすね。そうなるほど。ここで小手にしてやって、今分かったよね、そのイメージ。そう、はい、左で外しちゃう。左手外して、今度俺が何が言いたいかというと、この状態でこれがあっち行ったりこっち行ったり、もう何かな、しないように、ここでこれがただここで2つが回るイメージで、ちょっとこれ締めてみて。左手は触らないよ。うん、これは動かない、あっち行ったりこっち行ったりして動かないように、それが一番番線が効いている見方かな。うん、見方、イメージでしょ。そう、なんとなく分かってきたよね。そして今、手変えたよね。変えたというのは、篠の握り方を変えました。変えちゃダメ。もっと厳密に言うと、例えば、これ、一番難しいの、実は。はい、これが番線の基本なのね。基本で、何が基本かっていうと、樽巻き、まあ、この後ね、一本締めっていうのをやっていくけれど、まあ、ここで遊びを取りますよね。取りました。で、ここで1回、3回転させて、もうこれで形作っちゃいます。もう手いらないです。番線押さえなくて結構。であとは、これちょっと皆さん、ここ見てくださいね。この2つ。これはもうそのままそこで回すイメージ、そこで回すイメージ、ぐーっと回すイメージ、イメージね、イメージはイメージで、イメージね、うん、番線ぐっちり効いちゃうから、そのイメージで。ただこうなっていって、例えば左手でこうあとは行くとか、こうなっていてこうあと手をこうまたこう握り返すとか、そういうことはしないようにってこと、うん、入れたら入れたところ、刺したら刺したところで回す、回転さすだけ。そこで変なねじりを入れたり、最後確かに効かすのにクッとやって、そこでちょっと技術的なことをやったりするとかはあるけれど、基本は入れたら入れたところで360度回すイメージ、そこで回すイメージ、入れたら入れたところで回すイメージ、入れたら入れたところで回すと、うん、同じ条件、同じ条件で回していく。つまり同じ条件で回すとどうなるかって、この2本のこのひげが、番線のひげがあっち行ったりこっち行ったりしないよってことね、うん、もう一回ちょっとやっちゃいましょう。このままこう入れたら、うん、そうそのイメージ。今パチッてもう番線切れちゃったね。はい、今もう半分のやつがなくなっちゃったね。もう作っちゃっていいよ、半分で。あ、これいいか、いいよ。はい、ちょっとね、長さ的にはちょっと、まあ、番線の格好がね、長さが不細工だから仕方ないけれど、言ったこと覚えてるじゃん、いいじゃない。そうね、はいはいはい、セガがやけどね、打たれる美しいですね。ありがとうございます。すいません、はい、いいよ、そうです、いいね、だいぶ良くなってきた。はい、いいよ、そこで余りね、その何かな、そこにとらわれなくてもいいかもよ、うん、そこにとらわれる必要はない。ただやだ、そのイメージ、気持ちは大切。はい、大切。そうそのイメージね、そのイメージ。そこでこういうこと、手を持ち替えないってこと、ね、持ち替えるんだったら篠をもう差し替えろよって話ね。で、こういうこうでいい、そうで、篠の持ち方、こうでこう巻いていく、こういう風にしていくではなくて、ちょっと握りましょう。例えばこのまま
ね、体がもう向きが向けれなくなった、はい、向けれなくなったら抜いてあげてまた差し替えてあげると、うん、今刺したら刺した方向で回せって言ったのはこういうことね、こういうことね、刺したら刺したとこで回していこうぜっていうことね、はい、はい、いいよ、うん、覚えが早い、覚えが早いっていう方もちょっと失礼かな、うん、だいぶでも言われてたら言われてたのね、十分です、言われてるって言ってますか、曰く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 とか曰く曰く、うん、まあ縛るでも結ぶでも、いやそれ結ぶっていう曰く、これでも方言なのかな、何なのかな、こっちでも、うん、曰く、万全曰く、まあ鼓膜する、曰く、鼓膜する、縛る、万全縛るはい、よろしいですか、はいはい、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、これであの配管、はい、はい、まあ、僕ら運んだりするのですごい参考になりました、はい、僕らも現場でこういうふうに材料置き場っていうのを設けてて、うん、こういう棚があったりするんですけども、はいはい、ちょっとこれ、まあ、うん、暴れちゃうと、暴れちゃうので、はい、ここを使って固定したいと、はい、そういった時にどういった方法があるのかってことですね、はい、2種類あります、はい、まあ正確に言うと3種類あります、今見てもらったような祝い方、つまり樽巻き、樽巻きとは1本の番線を、まあ、この2本の番線をですね、1本で祝いろうぜ、要はつまりダブルで祝いろうぜっていう樽巻きと、もしくはよく皆さん関東ではシングルと言いますね、1本締めです、この1本に対して締める1本締め、もしくはシングル巻きも、でもう一つは、こういった箱縛り、この3種類を今から教えていきます、よろしいでしょうか、はい、お願いします、はい、そしたらですね、ゆうさん、ここに今能率の規制番線10があります、10番線で今度ちょっと行ってみましょうということで、ちょっと1本使いますか、はい、1本使っちゃって、まあ、まさか丸腰です、丸腰で来たと、叱られに来たんですか、叱られに来た、叱らない人ですよね、困っちゃいますよね、だということでね、この番線を使っていただきたいんですけど、はい、よろしくお願いしますね、お願いしますよ、はい、そしたらね、まず1本締めからいきましょう、シングルです、そしたらゆうさん、このシングルダンスですけど、はい、ちょっと一度見ててください、まずこれはもう一番オーソドックスです、足場つまり飛びもですね、同じような縛り方します、あ、そっちからカメラなんでそっちからいきましょうか、いいですか、見ててください、通し方は、転ばしです、まあ、つまりこうなって、これを床材として考えた時に言いますと、まあ、転ばしですね、転ばしに対して、まあ、斜めに入れます、斜めに入れます、いいですか、斜めに入れてここで、ねじりたいと、ねじりたいということなんですけれど、私の場合はですね、ちょっと一回まあやってみます、やってみますよ、すでにこういう形はできていましたと、いいですか、はい、シングルで今言われてます、いいですか、こういうことです、ちょっと一度言わきますね、でその後また細かい説明していきますということで、はい、どうでしょうということです、はい、1本締めの完成です、でこの1本締めなんですが、当然斜めに1本しか取れてないので、こういうねじり、こういう力には働きますけれど、当然この力には弱いということですね、そういった、まあ、デメリットがあるよということです、でも一番簡単な巻き方としてはこの1本締め、これです、これでも OK、まあ、2点祝いますんでこれでも OK ですよということです、ちょっとそしたらゆうさん1本締めやってみますか、はい、いきます、はい、早くて全然覚えられない、いや全然もう自分の今までやってたゆうさんがやってたように祝いてみてください、はい、僕の真似しなくてもいいですよ、はい、はい、はい、いいですか、はい、どうぞ、はい、はい、もう点数にもならないですねあの点数にもならないんです、はい、もうあの出直してこいっていうレベルでしたね、申し訳ないです、ですね、まあいろいろちょっとこれは教えがいがあってですね、まずそしたら基本形としてねじりからいきましょうか、まず1本いきますよ、斜めに通しました、番線のこの角です、物の角、物には絶対丸でも角になるところありますからね、角となるところがありますから、角で交差させてねじります、1回2回、いいですか、半時計回り、半時計回りです、はい、はい、ねじります、そこで篠を入れて、はい、折り曲げる、それから支点となるところ、いいですか、支点となるところどこでしたか、物の角ですよね、支点に向けて返していく、ここ見てください、今本線がこのひげが本線の中に入っています、これが番線の巻き方の一つコツです、ポイントです、はい、いいですか、そのまま続けていきますよ、続けていきます、巻いた時にもうあとはそのまま素直に巻いていけば中に中に入っていくんで、
何も気にしなくても何も気にしなくてもですね、番線が番線を殺してしまっちゃうんですね。はい、そのイメージでゆうさん、あ、はい、やってみましょう。はい、真ん中の1回で覚えられると、はい、これ飛びの値打ちがなくなるんですけどね。まず斜めに行って、はい、こうして、はい、半時計回りでしたよね。そうですね、そのまま回しちゃってください。でもこっち時計回りか。はい、回すんですが、はい、ちょっと待ってください、はい、今開いちゃったまま回してますね。これをこのイメージで回しましょう。あ、はい、そうです。で、そうです、2回、はい、2回、まあ2回3回4回でもいいです。はい、はい、そしたらそれに番線ちょっとしのでやってみましょうか。はい、こうやってましたよね。はい、こうして折り曲げる、折り曲げ、折り曲げる、はい、ストップです。はい、そしたら今の状態しの入れといてください。しの入れといてくださいね。はい、このヒゲがここのこの番線、本線がこの本線が、はい、このヒゲの上に来ないといけないんですね。はい、それをイメージして、イメージして上、はい、このヒゲがこの中に入らないといけないわけですよ。そのままちょっと縛ってもらっていいですか。回していいんです。はい、ちゃんと意識してくださいね。ちゃんと意識してくださいよ。はい、そのまま行くとクソになるんですね。はい、はい、でんでん虫と言ったりクソと言ったりします。いいですよ、いいですよ、やってみてください。そうです、今もうちょっとで入りかけてたんですよ、わかります。で、今もうちょっと一回戻してみますか。負けてないと。意外とこれ難しいでしょ。はい、はい、ちょっともう一回いきますよ。はい、ちょっと 長めでいきましょう。はい、はい、これでやってください。斜めにかけてこの角のとこで、はい、そう開いちゃダメです。開くから先でんでん虫みたいなのですね。縦に、こういうことです。こうやってこう巻くんではなくて、こう巻くんではなくて、はい、縦にっていうか、こう細く長くというイメージかな。あまり絞らなくてもいい、ね、絞らなくていいと思う。うん、そうです、巻き方逆ですけどね。それ半時計回り、はい、そういうことです。そうですね、そういうことです、そういうことです。はい、はい、で、しのを入れて折り曲げると、しのを入れて折り曲げる、折り曲げたところで曲げたこの手は持っときましょう。逃げないように、まず、はい、これは持っときましょう。持ちっぱなし、持ちっぱなしでそのまま、はい、そうですね、この角、ここの角を起点にして、手この原理ですよ、手首に力入れたまま、入れた方、はい、ところで360度回していくイメージで、そうです。その番線とユウさんの気持ちが一つになると、ああ来た来た来た、それそれ来ました、それそれ、気持ちが一つになった、そういうことですよ。今なってるなってる、そうそう、それそれそれ、ちょっと形は悪いんですけど、悪いけど全然、はい、来たよ来たよ、今手にぎっちり来てますよね。来てますね、来てますよね。それです、もう一回ぐらい、はい、だいぶ形には良くなってきた、形は全然良くなってきた、はい、良くなってきた、ね、うん、緩いとかはた、まあ確かにあるかもわからないけど、形は今この形でいいよと、はい、さあ、そしたらそれからもっと伸びしろ、今いろんなポイントがありましたね、はい、そういったところをどん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 、その悪かったところをイメージしてなくしていけば、もうパリッと一発の、あ、ゆうさんも明日から飛び職人です。そんなすぐなっていいんですか。そういうことですね。もう一回いきますか。はい、お願いします。はい、縦向きに、反時計回りやからこうですね。ここのこの具合って何でもいいんですか。いや、ここはもう角に、きっちり締められる方がいいです。当てがって、そうです、当てて、もう角は角でそこでねじる方がいいですね。一回そこでねじっちゃって、番線を固定して、そのまま縦に行きましょう。縦に細長くねじっていくと、そう、そうそうそう、イメージはそうです、そういうことです。で、角に当てながら下に折り曲げて、その手はちょっと今逃がさないでくださいね。はい、回していいですか。回していいですよ。そうです、そのイメージで、そうです、はい、中に入った、そう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 、うまいよ、これが一番いいと思われます。はい、うん、今までやってきた中で一番いいと思う。はい、もうあと半回転で切れるぐらいになりますよ。ちょっと今甘くなってますからね、はい、甘くなってますからね、気をつけてくださいね。はい、 OK です。はい、だいぶね、皆さん見てください、だいぶ良くなりましたね。これゆうさん見て、はい、1回転いいところに中入ってますよ、うん、イメージはこれ、はい、イメージはこれです、はい、
あとはね、どん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 自分でイメージしながらこれを忘れずに、もう毎日毎日、例えば現場行かれてもこういうバンクズ、鳥が捨てたバンクズあるじゃないですか、番線カス、はい、あんなもん拾って練習してもいいですね。あ、はい、うん、一本締め、これがまずまあ一本締めというところで、はい。そしてね、私が最初に言われた方法もう一度いきます。で、ねじる、皆さんここでねじられるんですが、こういったところでね、皆さんねじるんです。最初ねじって、トビも一緒です。ねじりますわね。ねじって、すいません、ねじって、シノを入れて、曲げて、それから作っていくんですけれど、いいですか、このね、ねじる動作、それでシノを入れて曲げる動作がもうもったいないわけですよ、その時間すらも。何やってんだって話なんですね。した時に私はどうするかというとですね、もう一連の動作の中でですね、もうそれを一発でやっちゃおうよってことです。はい。特にこれは足場ではないです、仮置きなんで。ということで、もう今ここで土を作っちゃってるんですね。で、そこでもう番線入れるだけです。もう左手離したてもいいです。あとは、支点を対して回していくと、いわきれるじゃねえかってことですね。はい、どうでしょうか、仕上がりですと。こういうことです。はい、はい、締まっていくのが見えるんですね。ここのこれがギューッと締まっていくのが、はい、これが職人技です。すみません、縮まっていってた。そしたらこれ一本締めね。はい、次、たる巻き、たる巻きはさっきやりましたね、たる巻きですね。たところで今度は箱縛り、番線、そうですね、足場板、いわゆる時でももう一番これは基本となる縛り方です。で、箱縛りをやっていきましょう。はい、箱縛りなんですが、例えばですね、ちょっとここに規制番線があるんで、この規制番線作っちゃいます。まず一本に伸ばします。一本に伸ばしますよ。一本に伸ばしました。これ使っていきますね。ちょっと見ててください。ああ、僕もまたそっちの方がいいのか。通しちゃいます。これ取れますか。今度はここの下からかけちゃいますね。かけちゃいます。これ僕、独特です。かなり独特です。でもこのやり方を覚えられると簡単かな、縛りやすいかな、スピードも速いかなっていうところでの縛り方です。下から入れてそのまま折り曲げる。ここまでは一緒。折り曲げて私中指かけます。これかなりちょっとここ、技術的要素を伴いますよ。持っていきます。下から2本持ってきました。かけてやります。はい、ここにバシノを入れちゃいます。いいですか。はい、シノを入れて、これでもうここを起点に、先ほどの一本締めと一緒ですね、これで祝いていきましょうよ。ということで、この形です。これで締め込んでいきますね。いきますよ。はい、こういうことです。お、はい、もうこれは足かけられても何しても大丈夫。すげえ、運転シーン、うん、で、今回まあその形はちょっと変わるんですけれど、ユウさんにやってもらう巻き方があります。これちょっと難しいんで、難しいんで、これやらせてもらえないですね。これはちょっとまた次回の、はい、次回ということで申し訳ないです、はい、難しいんで、ちょっともうちょっと簡単なこういった、ああ、規制番線でもっと簡単にいける方法を説明します。斜めに対して、転ばしに対して斜めにかけます。伸ばさんでいいんですね。伸ばさなくていいです、はい、かけます。斜めになってますよ。なつまり長い短いになりますよ、かけたところでそのまま素直に、巻くと。いいですか。巻いています。いいですか。これ皆さんやってもらいますからね。そのまま持ってくると、最初にかけたところに対しての番線を押さえてやると。こういうことです。押さえると。はい、いいですか。で、シノを入れてそのまま、巻き込んでいこうぜってことですね。まあやってみます。やってみますよ。すでにこういう形はできていました。いいですか。はい、シングルで今言われてます。いいですか。こういうことです。一本に伸ばします。一本に伸ばしました。転ばしに対して斜めにかけます。斜めになってますよ、かけたところでそのまま素直に、巻くと。だね、そのまま持ってくると、最初にかけたところに対しての番線を押さえてやると。ことです。押さえると。いいですか。で、シノを入れてそのまま、巻き込んでいこうぜってことですね。はい、シノを入れてそのまま巻き込んでいこうぜっていうことです。 OK ですかね。 OK ですかね。理解してますかね。はい、箱縛りです。やってみます。はい、お願いします。はい、はい、やってもらいましょう。ちょっと場所変わって、そしたらそっちでやってみますか。はいはい、こうですね。
こう刺して、そうです、長い方支点となるところの角まで持っていきましょう。この、土の元を角まで持っていきましょう。持っていきましょう。角までいきましょう。はい、角までいきましょう。はい、そうです。でこれをこうですね。はい、そうです。はい、そういうことです。でこうして、はい、こうして持ってきました。こいつもですね。そうです。それでこの番線の上で押さえて一度そこで仮で止めておきましょうと、はい、ねじっちゃってもいいです。一回邪魔くさかったら縦に、はい、縦に、はい、そうです。はい、それでも大丈夫です。はい、こういうことですよね。はい、はい、そしたらそこに篠を入れていくんですけれど、はい、はい、どういうふうに入れましょうか。そうですね。はい、そうです。そういうことです。そうです。はい、今これで約 1回転回しているところなんですけど、はい、そこで番線の遊びを直しましょう。つまりこのここですね、はい、この遊びを直しましょうということですね。トントンと、はい、叩いてもいいです。手で直せるなら手で直してもいいです。叩いてもいいです。はい、はい、そういうことです。持っててもいいんですか。持ってても大丈夫です。はい、それでもその時点で左手はもう持つ必要はないです。効いてるんで。はい、であとはですね、もっと正確に言うと、はい、このパイプ転ばしに対してこの土が真ん中にあるのか右にずれてるのか左にずれてるのかによってまた戻った時に遊んでくるので、それをちょっと見てもらっていいですか。パイプに対して土がどっちになってますかって話ですね。左に寄ってますね、はい、でそれをまっすぐ、直しましょうと、はい、叩いてです。叩いてまっすぐのまま直しましょう。よければ締めましょうということです。まっすぐなりました。はい、そしたら、決めちゃいましょう。はい、そうです。はい、効きましたね。はい、はい、いいじゃないですか。はい、いいですね。もうこれで足場としても、もう足場としても使えますから、ね、足場としてというのはこれが、足場板であったとしてもですね、はい、使えます。はい、もう一回やってみますか。はい、こうして、はい、ここまでじゃ低い方がいい。低い方がいい、角の方がいい、締めるところの角、そういうことです。ここまでそういうことです。これ基準ですからね。これはもう遊ばしたらダメですよ。はい、はい、でこれをちょっとねじってここまで持っていっておきましょう。こいつをこれをここに、はい、そこに持っていきます。合わせておきます。はい、はい、そうです。それから来たところで押さえて、それが暴れるんだったらねじってもいい、もし持っとけるんだったら持っていていきましょうってことですね。ねじる必要はないよってことですね。ねじってもいい、はい、ねじってもいい、はい、そういうことです。はい、はい、そしたら一周を目安にして一周して、番線の遊びを整えて、物の先端に土があるようであれば締めて決めちゃいましょうと。はい、はい、この遊びですよ。この遊びを見ててくださいね。はい、ゆうさんそっちから見てください。これちょっと遊んでますよ。ちょっとちゃんとまっすぐやって、はい、夜遊びは嫌いですね。はい、そうですね。夜遊びしすぎます。そうでしょ、はい、うん、もう番線見てたら分かりますよ。夜遊びしてるかどうかぐらいは。はい、ほんであとセンター、センターですね。いいですか。はい、いいですね、はい、なかなかいい名してますよ。はい、そうです。はい、来ました。はい、喜んでますね。あの番線の声をまず聞いてくださいね。はい、そしてあと物のその気持ちを考えてあげると、はい、うん、そこの気持ちが一つになるといい番線が縛れますんで。やっぱ社長ぐらいになると声が聞こえて、はい、まあそうですね、常にもう聞こえ声が聞こえてくるので、はい、もう目つぶっててもああここだ、ああここそういうことかというのがもう分かります。僕ぐらいになれば、で縛ったら最後はちゃんと整えてあげると。あ、それは怪我防止ですか。そうですね、怪我防止なんで、もっと正確に言うと、まあ足場で使うとき、まあ足場すみませんね、足場の話になっちゃっての時は、あ、この番線のこの土をもうちょっとこう左右に曲げてやるとか、ちょっとちゃんと端部の処理はしましょうっていうことですね。こういったもので、飛ばしちゃってもいいですね。はい、ありがとうございます。です、はい、ありがとうございました。いろいろやり方を教えてもらって、はい、僕たちのレベルが、あ、そうですか、はい、そうやって言っていただけると光栄です。勉強します、はい、ちょっと、画面では伝わりにくいところやっぱり番線なんであると思います。あると思うけど、今の感覚をね、ゆうさん覚えてて、もうちょっとした隙間時間ですよ。隙間時間に、何でも縛る、何でも曰くってことを日々日々やっていくと、もう一発に番線なんかちょっと縛れるようになります。はい、全然 OK ですよ。はい、京進さんの方では番線縛りはやってないです。やってないですか。はい、っていうのはですね、まあちょっと話長くなるのはもう本当申し訳ないですねっていうのはやっぱりその皆さんがもうやり尽くされてる、やり尽くされてるんでっていうところです。なのでもう私がですね、そこに出てきてやる必要もなかろうということですね。まあこれ僕の持論です。なんでもう、他の方たちのを見て、習ったらいいんじゃないかと。まあ今回はね、ゆうさんと、まあ、僕が、こういったコラボで番宣ということだったので、初めて番宣することになりました。はい、ありがとうございます。で最後に、はい、ちょっと電気屋でよくあるパターンがあるんですけど、はい、例えば僕、これが障害物、ああこれがですか、はい、あ、障害物で、その上には照明器具であったり、あ、なるほど、何か交換したいんですけど、はいはい、ああそういうことですか、はい、脚立を飛ばしてそこへ2板もしくは3板4板で行った時に、
その縛りたいということですね。はい、はい、ああ、ニータが来ましたよと。足場板です。まあ、これアルミであったり、鋼製であったり、昔は。あ、天板でもいいけれど、足、そうですね、脚立の天板って今、現場どうでしょうね、使わせてくれないですよね、天板使わせてくれないんで、一段下に置きますか、はい、そうですね、はい、ニータをつきましたということですね。それでですね、はい、うち、今日いろいろメンバー出させてもらったんですけど、ちょっとまだスーパースターおるんで、はい、大事であり、スーパースターの。あ、スーパースターの。ちょっと濡れネズミ。濡れネズミ、はい、濡れネズミですか。濡れネズミ。なるほど。はい。グッドマウス、伝授してもらえたら。あ、いいですよ。お願いします。はい、お願いします。はい、ぬれずねずみさん、はい、お願いします。はい、つまりはこういった脚立で、まあ、まあこういったもので障害物があって、はい、脚立に対して、まあ今ニータ飛ばしましたけど、こういった時に縛る祝い方を伝授していただきたいと、はい、いうことですね。はい、うん、そういうことを時々言って、そのね、人にまあそのお願いをするんだと。まず道具がまずないよね。丸腰で来ちゃいました、はい、そして手袋もあります。あります。手袋はあると、はい、手袋を用意して丸腰で来たと、はい、ふざけてんのかって話ですね。まあそういうところからも直していきましょうというところで、はい、これはね、濡れネズミさんだけじゃないです。もう皆さん叱られてますんで、皆さん、はい、僕だけじゃないです。はい、わかりました。じゃあそしたらね、パターンでさ、そしたらどうやって言いますのってとこです。で、先ほどと一緒です。基本は一緒、覚えてますか。シングルで巻いた一本締め、それからダブルで巻いた樽巻き、それから箱縛りです。どれでもいいです。縛り方としてはどれでもいいです。そしたら一番オーソドックスな一本締め、もしくは樽巻き、この2つ2種類から厳選していってみましょうか。はい、ぬれネズミさん、お願いします。はい、お願いします。これの BGM は水戸黄門でいいですかね。はい、そしたらね、どうしましょう。樽巻きでいきます。ぬれネズミ、樽巻きでいこう。はい、樽巻きでいこうということで、まずそしたら番線このまま使っちゃいます。下から通します。いいですか、見ててくださいね。下から通しますよ。今見えてますか。下から通して、はい、先ほども言いましたね、面と同じでもいいです。ちょい出たぐらいでもいいです。まあこの辺で目安でいきますか。はい、今この角度です。この出面です。篠でいうと篠先がちょろっと覗くかなっていうところです。覗くというのは入るかなっていうところですね。はい、今ちょっと少し覗いてますね。そういったところで目安でいきましょうということです。はい、樽巻きいきますよ。いいですか。はい、はい、そのままかけちゃいますね。はい、そのままかけちゃいますよと。はい、今ちょっといいですか。この状態ができてますね。この状態ができています。今こういう状態です、はい、はい、いいですか。はい、ちょっと見にくいかな、大丈夫ですか。じゃあちょっとここで今先ほどのように思い出してください。遊びを戻しましたよ。遊びを戻しました。そしたらこれを起点にそのまま、巻いていきます。締めていきます。いいですか。刺したところで360度回していくと。刺したところで、回していくと。いいですか。遊びも取っちゃいましょう。遊びも取っちゃいましょう。遊び取りましたよ。はい、そのまま回していきますよということですね。いいですか。もう一回いきますよ。はい、これで最後です。はい、これで効きましたと。はい、どうでしょうということです。おお、はい、 OK ですか。はい、はい、そしたらまあこれを基準にというわけでもないですけれど、ネネネズミの方に、やってもらいましょうか。はい、はい、こっちで縮作ってもいい、縛ってもいいし、こっちで縛ってもいいし、向かって左、向かって左に湯がく方が湯がきやすいから、こっちで行ってみようか。右利き、左利き、どっち。右です。右な、よし、行こう。そうね、ポイントは、そう少し覗くかな、足の先が少し覗くかなってところで。あ、いいね、はい、はい、ちょっとね、やっぱり脚立となると障害物が周りにあるから、まあ狭いところで、ちょっとね、縛りにくいっていうところもあるけれど、はい、行こう。ちょっと一回見せて、縛ってるところ。長いですね。いや、いいよ、全然気にしなくていい。失敗は成功のもとと言うじゃない。全然そんなの気にする必要ないですから。はい、はい、はい、今ね、皆さんそのままちょっと、聞いていただきたいんですけど、いいよ、ぬれぬれにそのまま言われて。今ぬれぬれにそのまま横で最後にこう持ってきました。角ではなく、ちょっとずらしました。それはそれでいいんです。ただそれも踏まえた上での縛り方の手順としてね、順序があったんです、実は。ってなった時に何が言いたいかというと、見てください、今こういうことになってるわけですよ。はい、はい、ね、ちょっとずつ下に逃げていっちゃっていると。はい、引っ張られてる。そういうことですね。なんか一見できてるように見えるんですけど、はい、できる、見えてるんですけれど、巻きつける、締め付ける回数も増えてくる。そしてどん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 自分の難しいように難しいようにしていってると。はい、もう見かねてたサビですね。できますもん。はい
らせてください。はい。もうできます。はい、お願いします。うちの濡れネズミはしぶといんで。うん、いいよ。そうです。はい。ここまでは OK。ここまでは OK。うん、覗いた。で、下の遊びを今閉めたね。そうだ。はい。確かにね、むずいの。このパターンって難しい。うん、難しい。うん、そうだ。そこ、それならまだまだ全然 OK。はい、ちょっとそこで一回芯を抜きましょう。抜いて、今このダブルになっているここね。この隙間をちょっとトントンと直して。はい、トントンと直して。で、対してここがもし良ければ、それで行こうぜってことですね。はい。良ければ、そのまま行っちゃおうと。で、残りの遊びを締め上げて、はい、どうでしょう。OK ですか？はい。そしたらこの出ているタンブル目ついたら危ないんで、閉じちゃおう、もしくは切っちゃおうということですね、はい、はい、そうです。もうね、皆さんここまでいけば本当に十分ですよ。タル巻き、はい、いいと思います、いいと思います。ただね、ちょっと濡れるちょうだい。ただね、これ実は最後がもう一発効いてなかったんですね。はい、もう本当に全然それはそれで問題はない。足場として全然使えるレベルということです。これ本当に番宣ってね、何回も何回も言われてください。そして何回も何回もねじ切るぐらい番宣練習してください。切らないと覚えないです。切れる番宣って何かというと、切れるポイント、切れるポイントを分かっていないと、一番効く、その一番効いている状況で受け渡す、相手に次の業者に渡すことができないということですね。この上で皆さん作業されますよね。作業されます。足場というものは、1日で例えばかけて1日でバラすこともあれば、2日でバラすこともあれば、10日でバラすこともあれば、1月、2月、3年と1年3年と長い間ずっとかけている時があります。当然この上ではいろんな多職多業者がですね、作業するわけですよ。足場当然揺れます。揺れた時にやはりね、番線鉄なんで、生しなんでね、緩んできます。ただそういったところ組む時に皆さんがですね、こういったところの配慮をして締め上げておくことによって、1日でも2日でも1月でもその延命さそうぜっていう意味合いを込めてですね、こういったところちょっとポイントを1つね、チェックされて、締められるといいんではないかというところで、はい、濡れるの最高、はい、ありがとうございます。はい、今回は番線講座ということで、はい、ちょっと僕ら電気屋 YouTuber で、はい、みんなでやってるんですけど、ええ、どうでした？楽しかったです。楽しかった、楽しかったです。楽しかった。いや、その命を預かるって言葉聞いて、いや、すごい真剣にやらなあかんねんなと思いましたね。あ、うん、ほんまにね、あの、すごい応援になりました。はい、そうね、まあまあそういうところの話をするとまたちょっと長くなったりとかして、ちょっとまた気持ちもね熱くなったりとかすることがあるんで、ね、まあユウさんは今、まあ、おそらく僕がね言わんとしてることが分かると思います。なんでちょっとあの手短にということで、この後またちょっとユウさんとも事務所を使って、はい、僕の今度チャンネルの方で、今皆さんね若い子たちもう不思議になってますよ、このデニムですよ。そして私これ七分昔からのまあ格好なんですけど、まあ昔からの格好っていうのもちょっと変わってはきてるんですけれど、こういったね時代の流れの中で服装のこの変化であったり、まあそういう職人のその価値観であったりっていうところも話ができればと思います。ってことで、あの京進さんの同時、はい、同時というか、まあ多分木はずれるんですけど、この動画の URL 貼っとくんで、はい、お願いします。で、今日出てくれたみんなもインスタとかで活動してまして、はい、リバティ、カッシー、カッシー、カッシーに関してはあの YouTube もやってます。ああ。で、マスターニキとみんなのマスターニキ、はい、貼っときますんで、京進さんもねインスタ結構更新されてますね。そうですね、はい、更新してますよ。はい、頑張ってます。はい、こちらも貼っておきますので、はい、あの今日面白かったなと思ってもらえた人はフォローとか高評価押してもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ次回京進さんのチャンネルでお会いしましょうということで、いいですか皆さん。それでは皆さん、ご安全に。とりあえず面白くしたいです、元気を。